石井隆次と福島信弘のフダンギダンギ。皆様こんばんは。ごごすまの石井隆次です。皆様こんばんは。MBA アナウンサーの福島信弘です。はい、お願いいたします。お願いします。えー、おお、本当き気がついた時に。 時折やってくるこのラジオね、これ一向に増えないね。どれぐらいのペースでやってるんですか？これは二月に一回、二月に一回がベースですよね。ベースはそうですね。でも時々一ヶ月に一回やってみたりとか、はい、時々収録でお送りしたりとかね。だから前回がなんかあのあなたが M1 の準々決勝へこれから行ってくるんだ、行ってこないんだと言ってた時ですよね。去年の末だったので、ちょうど M1 の予選の時だ。った 日だったので、うん、事前録音をしして、えー、放送したというで準々決勝へかける熱い思いをこの番組でも語ってもらって、うんうん、石井さんに怖いと言われ怖いあの時は怖かった <laughs> 今は表情が柔らかくなった <laughs> だいぶねつきものが取れたようになりましたねつ、うん、きものが取れた。 出来自体はどうやったの？結論から言うと準々決勝でね残念やったけどダメだったけどでももうあの NGK で NGK だったんだ NGK ですよナンバーランドカゲンナンバーグランドカゲツもうもうそうそうたる皆さんがいらっしゃる会場でさやかのねお二人もいましたから本当に会場にすごいそこでまあやられただけでもまあ我々としてはもう最高ですよ八百人から千人から入るあそこでしょ千五百とか六百入るかねあそこ渡入る NGK はで あのお客さんは入ってるわけですかもうギチギチチケット取れないんですからあチケット制なんだその辺りからなってると有料ですよ有料も有料でしかももう,、うん、もう取り合いなんですよあそこの,あの席あそ関係者でも入れないって言われてて<ー>、うん、でな何組ぐらいがその NGK で準々決勝を披露するんですかあ披露した人組数で言うとね、うん それはあったかな、えっとね、三、四十組もうちょっとあったかなぐらいじゃないですかね。四十組か。なその四十組、四あれは四分なんですか？準々決勝は。そうです。えっとね、そうそうそう、四分ですね。もうちょっとだんだん薄らいできてますけど記憶が。はい。あんだけせやけどなんか毎日放送の皆さんにも協力してもらって、そのいわゆる毎日放送の局内のそういう舞台で。ま舞台ってもちっちゃいとこですよ。なんかあのえっと。 セクハラやパワハラのへの対応の仕方の研修とかするような部屋ですよ。うん、<laughs> 会社の <laughs> それだけゃないやろその部屋も。人事管理の、うん、ねその人事の管理の立場の私たちが研修受けるとかまあまあ、ね、そういう空間です。そこであのマンドーさんもも来ててらって、はいえー、漫才を 見ててもらっあそこはどうですかここはどうですか皆さんに協力してもらって、うん、相当な覚悟でいった準々決勝相当緊張したんちゃう、うん、?NGK 入った段階で。緊張 NGK 入った段階ではもうもう,もうなんかどうしようもなかったですもうなんか現場行ったらねもう本当にまに、あ、ピリピリともまたなんか違う。うん 他の芸人さんんとと絡じゃいいいけな空気感うううかかかそそ40組のいわゆるさっきも言ったさやかさんとかプロの芸人さんがちらほらいる中でそういう人たちはまあね楽しく話してる芸人さんってもちろんいるんですけどでもどこかこうなんかうんあんまりなれ合いにはならないぞという空気感というかそこに我々アウェーですからまあまあねいわゆる本職アナウンサーやしそうそうそうで密着のカメラもつき始めるんですよねああそういうことかドキュメントのうん どうなんですかみたいな。ああ、多分聞かれるわ、ね、聞かれます、聞かれます。えー、だってひょっとしたら勝ち上がるかもしれない。そうやね。その時の煽り VTR ですよ。 そこで聞かれるわけですから ABC やけども ABC のカメラで撮られましたよ喋んのそうそうそう MBS の人たちはどう思ってるんですかみたいなこととかみんな応援してくれてますみたいな会社的には大丈夫なんですかとかもしこれ仮に優勝したら賞金どうするんですかみたいな話僕が前回聞いたようなことやなそうそうそう基本的なことをまあ話をしたりしてあのあれ NGK の楽屋周りなの 赤とか黄色とかのなんか派手な色のソファー。ああ、ここなんかテレビで見たことあるみたいなとこ入れる。そうです、そうです。あそこは師匠方がね。ねあそこ入れるよな。うそう、そうなんですよ。<ー>そこ入ってね。うん,うん、その前、その、もうちょっと奥行きますと、大部屋みたいながあって。ガガラス、えー、鏡張りの。えーうん なこかリハーサル室のちょっと大きいみたいなところがあってあそこに私たちは荷物大きいのうわ司会がいるわけもうそうなってくると準々決勝のいわゆる、はい、さあこれよりスタートですもちろんあの1回戦からそれずっといらっしゃいますよああそうレギュラーさんとか<え>島島津さんとか<え>はまあ司会で。 そうですよ。今回どうなったかのジュン決勝は。今回えっと島島アンズさん。島島アンズさん、池山心さんやったっけ。かな。ね、島島アンズさん。だったと思いちょっともう私どの回が誰だったかちょっと頭ごちゃごちゃになってね、正確にはわかりませんけど。ほんでそれで。 もう袖で待っていいよいよ次ですと、ね、でその時にそ,のそういう時にですよ袖でまあ私たちなんかね、まあ、どのコンビもそうなんですけど、うん、一緒にはあんまりいないんですよみんななです、うん、で私たちは同じグリーンのジャケット着てるんで、うん、なんとなく、まあ、あの辺にあの人いるなっていうのが分かるんで、うん、まあちょっと私はモニター見てたりあの人ちょっとウロウロしてたりとかして。うん でこうしばらく経ったら一緒になってちょっと一回だけ合わせようかみたいな話とかをしてちょっと合わせるんだけどもうですよもうでてるもそれに負けそうになってもう負けてちょっと無理って言ってもやめようって言ってもう,もう本番でやろうとかって言ってたらもうね NGK だけじゃなくてもう吉本の各この舞台で。 この舞台監督をされてるもうベテランのね60 70代ぐらいのね方がいらっしゃるんですよ。われわいつもその人と喋るんですよ。なんかしなんけど話しかけてくれるんですー優しいやというか坂さんが末高智時代からずっとその吉本興さんが出入りしてたから「えらい偉らなったな」とか毎回言ってくださる。師匠 本番前だからちょっとだけそっとしておいてほしいところはあるにはあるんですけどそれで割とちょっと昔話とかもちょっと鼻にい,、ね、いやもうまあまあきちきちのところですからその人がスーッて寄ってきて、うん「俺なんか今回なあいける気がすんねん」って言ったんですよあなた方に。あなた方にうん 本当行けなかったんです。だから、もう、あの、吉本の劇場の長老みたいな人さえも、やっぱり読めない。タイプ読めない。うん、あるいは、長老にはハマってる。かもしれない。そっちもあるかもしれない。そうですね。でも、おかげさんで、本当いろんな芸人さんが見てくださって。ええ。やっぱり、準々決勝まで行くと、動画が結構。あの、長く、YouTube 上に乗っかってるんで。あの、見てくださるんです。皆さん。見てくれました。あ、もちろん。あ、よかった。あの。 本当にいろんな方が声をかけてくださるんって、うん、チャランポランの富吉さんとかわあ大ベテラン誰が嬉しかったって私中川家の礼二さんにおもろかったなって言われたんですよちょっと待ってよ2001年のチャンピオン審査員ですよそしてえ中川家の礼二さんに、はい、おもろかったな言われたおもろかったなって MBS の楽屋前で言われたんですよ泣くやん泣きそうだったでもちょっと直立不動になっちゃって もうないろいろアドバイスとかもらいたかったけどもう言葉が出なくなっちゃって「ありがとうございます」しか言えなくてたまたま MBS の廊下ですれ違ったのカ石アテレビの収録をられてて私はたまたまその日また別の番組の収録で同じフローに行ったらすれ違った時に「おもろかったわ」って言われて「うわンド東があかんな」って言われてそこはまあギャグやろ直木さんの結構本気で言おっしゃってて「何かなつっぱかねって言っててえっ 毎回な俺「な俺と思いながら「見たわ、えー、最後まで」って言って言ってくださってでその旨坂東、ま、さんにも伝えたら、うん、もう名前を覚えてくれてることがまず嬉しい <laughs> そこかなんか <laughs> でそのやっぱ違うっていうのもまあ分かるからぜひ教えてもらいたいっ,って前向きにねそれは坂東さんも喜んでましたそうなんですよもういろんな人たちが見てくださってこれ中川家の礼二さんの奥さんから声かけてもたことあんでえ

そうですね。レイジさんの奥さんじゃないですよね。<laughs> <laughs> 一緒に見に行かないですね。ねそれは意味わかんないですもんね。そうそしたら僕の隣が自分の奥さん。その隣に女性が座ってて、はい、てその女性が、うん、いつもお世話になってますみたいなこと。はい、えっての僕らになるじゃないですか。え、はい、って誰わからないか,から。うんうん、レイジの妻です。わえっそもそもその時まだごごスマとかそんなあんまりこう幅広くエリア流れてない時。あ そうなんですかそれでなんでなんえ奥さんなんで私みたいなもんのことと言ったはい、はい、奥さん愛知の方、ね、あそうなんですかそう、ね、だから私愛知の放送局でアナウンサーやっては<ー>だそれで見たことあって<ー>で当然 CBC にも。 中上さんも出たことあるし僕も何度か一緒になったことある、うん、それで「礼二いつもお世話になってます」みたいなんで<ー>それはすごい嬉しかったの覚えてるわ嬉しいですねもう一個それこそ礼二さんに声かけられたんで言うとね僕街角で唯一向こうから声かけてくださった有名人礼二さんやわへえ<ー>品川駅でうろうろしてたのうろうろっていうかまあ新幹線乗ろうとてしてたいそう、はい、したら向こうから「 来て「いざいざ今日何?」もう一瞬誰れ分からんかったですよ。でこうやって「レイジです」おおえあのあれです何やらの収録です」とか言ってむちゃくちゃ嬉しかった嬉それしいですよねあれ嬉しいなやっぱりなあ石井さんクラスでもやっぱそうなんですねいやクラスも減ったくれも私ら D クラスやんか八言うで ABCD やんか。 D が最下層, D が最下層私は D やそんなことないですよあしいやんかだからあ,<ー>あこれ言ったっけ<何>新幹線の中で声かけてもらったシリーズこの番組で言ったいや分からないどうでしょう聞き覚えないかもしれません言っていいもちろんどうぞあのー、あれよ<ん>新大阪から乗りましてねはいはいあのー、ちょっと ちょっと生意気です。私もちょっとグリーン車というかね。あもう D でもグリーン車なんですね。<笑><笑>へえすごいな。すいません、申し訳ございません。すごいな。一の D ですね。一の,の D だわ。一の D ですわ。一、うんね、の A B C D。僕らはもう三の D ですけど。一三は一 D。一番倒せるからきっとね。でまあまあそれ当然でな乗ったわけ新大阪から。うんうん、そしたらねあの僕の座るべき番号のとこに男性が座ってはって。 うん、あれと思って間違ってはんのかな何だろうと思って「あってってあすみませんあのそこ僕あーごめんなさい」って言ってその方はすっと立ち上がって、えー、左斜め前ぐらいに座りはったんですよ。うん、で,んでん席移ってね、うん、でもう間もなく名古屋名古屋でございます地下鉄東山線中央線は次で降りるそういうアナウンスがかかった時に「うんはい、で名古屋やな」と思って僕も降り,降りようと思ったら。 その左斜めに移動した人がマスクしてはりましたとことことこって寄ってきて「うん、石井さん先ほどすいませんでした」<え>っておっしゃって「いや僕誰よ分からん」「えあああ,あ,ありがとうございますいや全然いいですよ」って言っ、うん、マスクをペロンと下にずらして「はい、すいませんでした亀梨です」<え>亀梨和也さんえっ!?え」 亀梨和也さんやで。が、石井さんに。そうやんかいな,な。なんか一緒にやりました。共演歴ゼロやん。だから。テレビ見てくれてはんねん。ええー。これで、亀梨です。それから、僕、お、まず、え、あの、あのジャニーズの、とか言ってしまって。うん、二年前ぐらい前。<laughs> いらい前ね。ジャ <laughs>、ジャニーズの、おいて、大きい声で言ってしもって。う、ね、あ、そうそう。いつも。 うちのがおなってますねそれで言うてくれて嬉しいかな思っていやいやそんな丁寧にありがとうございますさすがやな亀梨さんと思ってで、もおも思いて名古屋駅で降りてそうよでこの話する時いつも言うてね亀梨さんっていうか僕の席座ってたから「関梨さんや」うんうんうんちゃうんうんじゃうんやんか」「亀梨ちゃう関梨や」いう話どういうことですかさんに怒れるかな 石井みたいな石井みたいなってならないですよ。福島生まれの。せっいやいやどういうことえ亀亀亀さん関口さん関がなかった関口さんあまあでもすごいいやもうだって亀奈久さんの方から声かけてきたんでしょそうやで石井さんが気づいたんじゃない私はだから向こうさんはマスクをされててとかサングラスとかもしてるのかな妙におしゃれな方がな。 とは思った。あの、その気づく前まで。おしゃれな雰囲気のある方やなと思ったな。はあ。もう一個いていい。の、まだあるんですか。似たような話やで。似たような話聞きたい。名古屋から乗って。似てるな。今度は名古屋から乗ったから乗った。新大阪へ向かいます。はいはい。生意気ながら、私もグリーン車乗らせて持ってました。D でもグリーン車かはい。あの、これ、それさね、斜め前に。はい。 どう考えても綺麗やなあという女性が乗ってるわけです、はいはい、顔は見えませんけどどう考えてもあの後ろ姿がポニーテールをしておりまして、うん、どうも隣には小学生ぐらいのお子さんを連れてらっしゃるお母さんどう考えても綺麗なんやろなでも僕は。 見てはいいけなそんなちらちら見てるけど斜め前ですからね1個ずれてるの斜め前やから顔なんか見えへんから私も50分間ですか新大阪までそう見ることもなくでもその方はちょこちょここうんかゴミ捨てに行くのか何なのかお子さんのせいとかお子さんのせい回二回でも私は顔は見ないぞ後ろ姿は見たけど顔は見ないんだぞと思って私は薄め開けたり閉じたりしてしてた。 新大阪、ね、新大阪です地下鉄御堂筋線とこうなってき <laughs> た,た時に向こうの方が、はい、私も降りる準備をしてたら向こうの方がトコトコトコ、うん、女性がトコトコトコ、はい、いつも見てますパッと顔見たら、はい、高島綾さん。えー 目覚ましテレビの高島綾さん。え、目覚めますね、それは、えー。目覚ましやん。目覚まし。目覚まし新大阪や。目覚まし新大阪で。えーえー、声かけられて。声かけていた。えー。 いつも見てます高嶋綾ですこっちが見てますでしょそんなこっちが見てまさにそのそセリフ言ったいやファンです私と大体同世代なんですよ樋口そうなんだ2000年前後の入社でねで私ら憧れの的やん樋口富士テレビの目覚ましテレビから何から27時間テレビから何から全部見てたやん樋口ほんで隣にお嬢さんがいらっしゃったまた可愛らしいお嬢さんやったわ であの「そうですか」つっていつも見てます「ありがとうございますこちらも」東海言うてでそれで終わってんけどでそれをいろんな人僕自慢してんねんわ自慢はする嬉しいですね。共演歴がゼロなわけああそうか高島屋さんとははいいそこで聞きたいね福ちゃんなんだろう共演歴がゼロはいやけども声をかけるというのはこれいかにとこれはこれねあ ったことがない人だから会ったことがないだから同世代ではあると、うんうん、例えばじゃあ僕が、はい、どうやろう例えばやで、うん、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんが新幹線に斜めに後ろに座ってて「うん、とうっちゃんや」と「うちはさんいつも見てます石です」って言いに行く いや,ー <laughs> い,やーいかんやあれいやで僕はもう想像するのに知ってるはずないからね僕の立場、うん、今の立場特にそうですからでも石井さんはだっていやいや出てらっしゃるからいやいやれででそれで,それで,それで,それで3月で終わるけどそれでいろいろ思ったる、うんうん、ところ同世代ですと、はい、でアナウンサーという同業であるここがでかかったんちゃうか、うん、ただ 僕羽鳥さんって面識もないけど羽鳥さんが斜め後ろに座っててもなかなか声かけられんよなと思うわけ。ねでもあ、まあ、羽鳥さんやったらいけんのかな大下洋子さんやったらどうやろうって考えたわけ。 異性やからここでいう高島屋さん石竜じは異性や、はいうん、大下容子さん業テレビ朝日同業他社で同じような OB 番組っていうんですかそうです、ね、知らぬはずはなかろうとで斜後ろの大下容子さんやったら俺声かけるなて思った、うん、それは声かけますわ大下さんいつも見てますって全く同じパターンでそうですよね そういういこととななんかなと思ったりなるほど一瞬なんか僕のことをす,すいてくれてんやろかっていう度感違いもあったわけや高嶋八さんに関してでもそうじゃなかったなと思ってその同業で同世代でななんとととく見見てるちょっとは見たことがあるでも高嶋さんと亀梨さんが言ったらご挨拶わざわざ来られたってことは石井亮次さんはもうアナウンサーっていう枠組みとか司会者っていう枠組みじゃなくて芸能人っていう大きな箱に入ってる気がしますよそれはやめて やめてやめて <laughs> そんなことはないあくまでも僕,では,いい僕はねでもね、うん、あのフリーアナウンサーっていうのもねもうおこがましいなって最近思ってるわ、はい、要するに関西でも番組やらしてもらう、うん、関西弁もやらしてもらう今でもそうかもしれません。はいうん そう思う思とフリーアナウンサーというよりなんかフリー司会者みたいなのがしっくりくるような気はするわうもうアナウンサーって言っちゃいけないような気がする<ー>なんとなくその言葉の使い方とかその国語的な話でこれだからアナウンサーって何なんだはもう常に、ね、私も曲アナですけど考え続けてますよあ,あんたもう漫才までやってやでそうですよな、うん、あ,あれ漫才でな、うん、準決勝準々決勝、うん、であれ終わってめちゃくちゃ頑張ってたじゃん、はい、燃え尽き症候群みたいにな,なれんかった大丈夫やった 燃え尽き症候群にはなりましたなったかやっぱりやっぱちょっとなりましたよ不安ってでもまあ予想はしてたからうん,うん何があってねあれな、ね、んかね準々決勝行くとね会社ですんごいチヤホヤされるんですよ <laughs> <laughs> 分かりやすくみんながチヤホヤしてくれるんですよううでこれは落ちた途端に声もかけてくれなくなるこれは気を使ってくれるんですよみんな。やろうな何を言っっっててていいいかかわらないってなって わわかるわ俺福ちゃんにそれこそ落ちたっていうのがなんかネットニュースかなんかなったかな,な,たなたあれで知ってさあ君に LINE を何て送ろうって悩みに悩んだ、うん、記憶あるわ結局何て送ったやったかね今ちょっと見るねだからみんな要するに、うん、あのよう頑張ったねもうなんかちゃうやん、ね、どう考えてもだってまた上目指してた人に対してさ。さ 時はもうわかりやすくみんなから連絡くるですけど知らない人からも連絡がいっぱい来るんですけど知らない人からもあの長らく連絡が途絶えてた人からも来るんですけどそうやろ落ちた時にどうでもね落ちた時に連絡くれる人も嬉しいんですよやっぱりいや絶対嬉しいと思うよやっぱちょっとなんか別にねそれは無理だって思うけどどっかでまもうちょっと頑張ろうと思ってたからね俺なんて俺って言うと僕なんて言うとったごめんなんでか知らんけどあんたの あんたのトークルームがあれへんでえどういうこと消したんかななんでどういうこと不倫相手だと思ってるってことバレないように消したとかそういうことなんでやねんあれんでふぐっちゃんと僕のやり取りのトークルームっていうのこういうのなんて言うんですかチャットのね過去のあれへんごめん僕自分が記憶してる限りまだまだ戦いは続くねみたいなことを送ったと思う あなたたままだだだやるろうと思っからよく頑張ったんでもちゃうやろうしまた来年があるよっていうそっちも違うしだからそういう意味ではいろんな方からもいろいろ言われますけどやっぱもうすでに今年の「M‐1」に向けて今年2024年もう始まってるんですよ僕たち高校球児やんか12月の段階でもうネタ合わせ始めてるんですよ新ネタはい次の日からそうもうそれぐらい。 いやほんまにそれ高校球児の考え方ちゃうもうだからち中毒ですこれはあ<ー>うんこれはちょっともうねなんかやらなきゃ、うん、そわそわしちゃうじゃあ今度は1年かけてのネタをいくわけで勝負するんや、はい、で去年はずっと難波でね月一ネタおろしライブっていうのをやってたんですよ、うん、えそんなんやってたんや月一ネタ2本おろすっていうライブをンのはいお金取って まあそうですね。ちょっとまあ本当にワンドリンクいただいてみたいな感じで会場にお金を払わなきゃいけない,い,ない、ねうん。プロやんか、うん、そうそうで。でそこでやってたんですけど、うん、あのー、今年はもうちょっと大きい会場で、うん、ええー、大阪じゃないところでいっぱい受けていくっていうのを今予定し、うんうん、予想を予定してます。は<ー>ツアーライブじゃないけど。え神戸とかそういうこと？もっと広く。<laughs> <laughs> どこ行くんやん、東京とか名古屋とか、そういうところを想定して動いてます。<laughs> すまだわからないけど、まだどうなるか全然わからないんですけど、会社ともそれでちょっと今やり取りをしているところ。それはもう M. B. S. でいい会社やな、すごい,ですよういうことまでやらしてもらえんねんもんな。全面的に応援してますもん、ね。もね、社員のチャレンジをさ、はい、あの、そんなあかん他局やからっていうのは簡単やけどさ。うん、そうじゃなくて、<う>県産のためやもてや、はい、なあ。 それで社名が上がればいいじゃないかっていうそのこの何てうかねですよらコンビ名もヤングタウンやしなあんたのも愛車精神もあるしやっぱ一番嬉しいのはヤングタウンの漫才面白かったからラジオ YouTube で聞いたら楽しかったから MBS ラジオ聞くようになったっていうコメントとかメールが一番うれしい会社にも貢献できたしそう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  ただ遊んでるだけじゃないんだともうほんならもう次の12月予選って10月ぐらいからですねそんなとこから始まるの一回きただ我々はすみませんシードをそらく獲得しているのでシードコンタクトレンズかなんでやねんシードって何でやねんってストレートに言わせないでくださいよアナウンサーにな満藤かな みんんな言うですこれ最初はねドーさんもね落ち込んでなかったんですよ「ありがたいね」とかみんな言ってたんですけどいろんな人が「ドーさんがね」とか「変え方変えた方がいいよ」とかって言われるそれをドーさんに伝えるたびにだんだんへこみ始めて最初はなんかギャグや表てたそう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 まあでもドーさんあってのはあなたですよはっきり言いますけどそれは絶対そうでシードっていうのは何回戦からですかまだ今年ちょっとルール改変になる可能性あるんですけど去年と同じだったらば1回戦は免除になるんです。 あじゃあ二からっていうこと、秋口から。そうするとまあ十月ぐらいを目処にやればいいようにはなってくる。あっという間に来るんだろうね。十月もね。そうだと思う。そうでもそう言って先々にさ目標があって頑張ってる人はええわな。今石井さん何もないですもんね。いやいや、これが。よう聞いてくれたわ。何ですか。あのね一週間単位でほにゃららをやってみよう企画っていうのを自分で今やってて。へー。 それまさしく今日からスタートなんですけども今週○○をやってみよう1週間ね今日月曜月火水木金土日7日間甘いもん食べるのやめてみよう企画してんね今日から甘いもん大好きやねシュークリームチョコレート大好き別にそこまで太ってはない一回甘いもんやめてみたら どんなな感じにのやろう禁断症状って何日目ぐらいで出てくるんだろう、うん、そして痩せるんだろうか、うんえー、そしてどんな効果が現れるんだろう肌ツヤは良くなるんだろうかとかいろんな自分の人体実験ないけどね。 そう、毎日も、もうだから、昼ご飯食べた後、カリンと食べたりね。あの、キャラメルコーン食べたりしてた。あ、そう。大好き、でも、晩ご飯の後もね、なんか、あの、ふわふわのケーキ食べてみたり。ねそうなんですか。あの、信玄餅食べてみたりね。もう、甘いも大好き。朝ご、朝は菓子パンや。ね、それを一回、今日からだからやってると、朝は今日は。朝菓子パン。朝菓子パン大好き。しばらく菓子パン食べてないぐらいですよ、本当。 あんた一番菓子パン食べてそうやけど、そうなん、菓子パン食べて。へんのパンは食べますよ。菓子パンってうまいやんか。<laughs> <laughs> 実家帰って喋ってんじゃないんですけどね、もう今。あんた菓子パンってうまいやんかじゃないですよ。<laughs> 公共放送で。で菓子パンをやめて、今日だから、ハムとか、えぐ、ハムエッグ的なもん。あ、違う、その、どんなやったかな、まあ、なんか、そういう惣菜パンにして。<うん S 1> で。 その後大体その朝と昼の間でチョコレートなんか一粒二つ食べたり、うん、まあ絶対あるでしょテレビの時、ね、そ,それを食べたりそれもやめてる,やめてるで昼のかりんとうもやめてる、うんね、昼ご飯後のかりんとうもからキャラメルコンもやめたほ <laughs>、はい、んでね、あのー、よ夜はね夜も食べてたんですけどね甘いもやめようで夜をねさっきねその中華料理屋さん行ってきたんですよ、うん、前上近くのと、うん、いうところに、うん してるあなたに教えてもらったとう、うん、そう行ってきたらちょっと食べるの少なめにしてた自分が<ー>ちょっと少なめにし,してた要するに甘いもんせっかくやめてんねんから<う>ここでなんかいっぱい食べても他にも影響がある、ねね、だから<の>プラスの影響がもう生まれてんねん初日でそれを感じた<ー>あ甘いもん自分がやめてる分なんか食事もやや少なめに抑えめにしようってなるんやと思ったへえ<ー>。<laughs> すみません。すみません。すみませんね。あの楽屋ですかこ。いやいすみません。話の内容も含めて。あんまり。ごめんごめんごめん。甘いもんやめてます。甘いもんやめてますですか。ああそうですか。私がこんなに熱っぽく M.I. の思いを語った後、甘いもんやめてますと話してくしゃみ四発ぐらいやって。ごめん。学屋じゃないんですよ。ごめんごめん。ちょっと。あでもやってみ一週間。 <laughs> なんかいやかもいやんこれいやまあそうですねなんか一つきっと三日目ぐらいからイライラし始めると思うよ甘いものを取らんからあ<ー>まあでもちろん1週間がゴールなんでゴール見えてるんでね、うん、うんどうなるんやろうと思って多分痩せるわあそうですかだってもう今日ももうこれ全然甘いもの食べてんし食事少なしくしてるしえ先週は何やってたんですか 先週今,日今週から始めて、ね、このるまるをやってみよう」企画時代を今日から始めて,今日,始めて今日今月曜日で1日目ってことですかそう,そう全く 1> <laughs> 第1回 1> よくまあそのレベルで <laughs> 本屋でしゃべろうと思いました、ね、それで言ったらだからあの毎日あの楽しかったこと嬉しかったことの感謝ノートを寝る前につけよう、はい、まだやってるんですか、ね、今もやってるす嬉しかった3つを書いて最後に「感謝」の2文字を書くあれバージョンアップしたよえー、どうなったんですか今 あのね、あの人に喜んでもらえたことも合わせて書くようにした。これ、あのあ,<ー>ある本に書いてあった。<ー>あの鹿児島先生っていう精神の先生に<ー>あの本読むとそう。人に親切にできたっていうこともあったら書きましょう。みたいな書いた、うんです。そ書いてますわ。あ、そうそうですか。そうするとなんかいい気持ちになって眠れるし、うん、またまた人に親切にしようという気持ちになるやん。うん、うん。そんなことで心の折り合いをつけながらやってる。うんうん のは続いてるしねまだなんかでもあれですねそれで休みの日はゴルフしてでしょゴルフやらしてってますねだからもう心のこう平坦さを保つことに今なんかああすごく一生懸命なんだ分析それやわねでなんかそんなに別に大した仕事してへんのに心の安寧を保つ企画ばっかりやってるねなんか今聞いてたら本当その通りだよお坊さんみたいですもんねでゴルフもすごいなと思うのがあのゴルフラウンドいくやんそうすると 4時間5時間かかんねん、はあ、山ん中やねん、ええ、緑だらけやねん、はあ、これは多分無意識の意識でええ感じなんやろ日光浴びて自然の中、うん、要するにピクニック行くとええのと一緒で、ねはい、それこの間ねとある県のねゴルフ場行ったらね、はい、あのホールとホールの間から住宅街が見えるのよ。うん、で住宅街見えるし、でちょっと、 人工建造物なんかあの池作ってますとか何かいろいろ見えるのよ、うん、つまり山の中完全山の中じゃなくてちょこ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 その人の営みが見えるそそううする全然あかんかかんんったなでだからやっぱりあそうか大自然の中でやってるっていうのが。 でかいんだなそれでいうとねあんまりあの A 悪いはそれぞれあるからですね。ナイターゴルフもあんまりやってん<ー>つまり真っ暗なとこでゴルフやるから <laughs> なんか当然フェアウェイは光考えてるけど、はい、だから自然を楽しまれへんやん。あ結局実は緑とかわーというのが自然にストレス解消になるっていう。 で遠地効果っていって遠くの地へ行く効果っていうのもどうもストレス解消であるスストレスあるんですかいやストレスないのよだって今ストレスある人の話だと思います <laughs> 今ずっと聞いてたらなんか甘いものをやめてみようとか毎日会社と言ってみるとか <laughs> 土,土日は大自然にとかなんか心配なってきて話聞いてて <laughs> なんか急にカウンセリングしてるみたいな気持ちになってきて。 寿司さん疲れてるのかなと思って。違う、僕は言うとけど、テレビの2時間の仕事ここスマんもそうやし。コネクトもそうやし、もしもねも、不思議発見ももちろん。全部、その時間は楽しい、このラジオももちろんそうやん。と思ってやってる。そうですか。全然ストレスはない。あ、ならよかったけど。ただやっぱり心の安寧はね、大事。あなたどうしてのストレス解消だから。いや、だって、私なんて、そんなだって、ストレス溜まるような仕事してないですよ。 ななことないよだって漫才で一生懸命あんだけ作ったらあれは要するにストレスって嫌なことだけじゃないからね、うん、重圧とか、うん、楽しいけどギュッとなるっていうのもストレスやんか、まあ、だからそれでいくとこの仕事は常に、まあ、ストレスが隣り合わせだってこの話だって今大丈夫かなっていう不安の中で、うん、んこんな話してていいのかなっていう不安の中で今ずっと喋ってるわけですから福ちゃんええー、こと言うた、うん、俺だからあの大学生とかが、うん、あのよく言うやん、はい、僕も大学生の時思ってたことで。うんうん 俺らのこの話、喫茶店で今話してるこの話、あこれしたかも。二ヶ月前にした。<laughs> はい。<laughs> はい、これ流しためっちゃおもろいよな <laughs> いうの。 「チャウネンと放送コード」っていうギュッと狭められたこの中でどんだけの話できるかって難しいし、うん、だからこうやってなんかダラ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 かな喋ってるように見えてやっぱり実はこの30分に猛烈に集中してるんだろうしね。いやそううでしょうね、うん、あの集中しないという慣れてはいるけど、うん、やっぱりんかどっかで常にこう意識を張ってるところはきっとあったん時間あの、うん どこどくどくどくってこれ脈を測るやつをつけたことがあってそれなんか心臓の不整脈やんかの時に10年ぐらい前よあの24時間データとんねん,、えー、んでどこでこうピッてなるかみたいなのを測るみたいなんで,で先生にダーッと24時間ずっと胸につけっぱなしのやつあの結果見せてもらったらえらいもんで1時55分の「ゴゴスマスタート」1分前からダッダッダッ,ッと上がってきてで本番始まってで いピューンと上がってる部分があってこれ何やろうと思って僕はざ何分のは何やろうこれと思ってみたいなんかなんか怒ってる時やと放送の中で「こんなことでいいんでしょうか」みたいなことを言ってる時に<あ>ピュッと、まあ、さらに脈が上がっててへ<ー>やっぱりこういうのってあのいわゆるその嫌だというストレスじゃなくてこのギュッとなるストレスってあんでやろうなすや<ー> で最後何秒に入れなあかんとかっていう誰かに聞いたけどアナウンサーって早死にする人多いって聞いたもんそれ多分私だと思うあんたか私が松井さんから聞いたからああ聞いた聞いたはい一番そのんていうか定年後仕事を辞めてからの寿命が短いのはアナウンサーってそれとパイロットって聞いたこともあるそうそれ完全に私が言ったやつで松井さんから聞いたやつつつまり離陸着陸ギュッとなる瞬間プレッシャーが強いかもしれない でもそれどうやって調べたんだろうと思いますよ <laughs> その情報は <laughs> どうど誰にどういうふうに調べたら分かるのか分からないけどまあちょっと根拠エビデンスはちょっと微妙なところです。副交換神経入った瞬間分かるえ <laughs> あ<の>セミナーですか交感神経と副交感神経である交感神経は興奮してるビビビリビリ,ビリ、うん、副交感神経リラックスしてる、うん、でこれがいい感じの波長になると穏やかそれがなんか上だけ交感神経高ぶったまま放送後る眠れないっていうのは交感神経が高ぶってるから副交感神経に入らんみたいな、うん、そあんま感じたことない私なんかね月曜日からやらしてもらってね土曜日ね関西テレビの、ね「コネクト」っていう番組が終わった瞬間にね 急激眠たなんねんこれって多分副交感神経に入ってるとだからやっと一週間終わって自分の体が思ってるんですねパーンって入んね線、ほんまにものすごい勢いで寝れんね四十分ぐらいやけどだから亀梨君にも気がつかないし高島康さんに気づかないそれやね、うん咳なしですそれだけわかんないもう一回説明してもらっていいですかどういう意味んですか咳あるでしょっておもろい話やんか <laughs> <laughs> 人が判断するですおもろいかどうかはだからまあ,あの別にこの仕事はそのストレスはかかりません、うん、あの嫌だと思うことは一切ないただギュッとなる瞬間はあるのでなんかいろいろと心何年には気を使ってるということじゃあ福ちゃん食べ,食べることか飲むことですねすっきゃなあ酒なあすっきゃ。<laughs> すっきゃなあ <laughs> すっきゃ。 誰ととと行っってての僕あななたくこ年に回しかいやいやそんなことないしもうちょっとあります定期的に石井亮次さんの会っていうのありますからあれはなありがたいねんな前も言ったな言っていいのあれカンテレの谷本ちゃんとなははいい行きましたカンテレの谷本さん用意丼の谷本ちゃんと谷本ちゃんが福島君のファンや言ってでコネクト僕今谷本ちゃんとやってて えー、あ福ちゃんのファンなんだっ、えー、よう飯行くで福ちゃん」と「うん、私も連れてってくださいほな行こうか」で三、うん、3人で行ったな、うん、2>, 2時間ポッキリでいやもう優秀なアナウンサーですね、うん、あ<だ>、えー、あそうあもう思いましたよ。なんかすごくいいこと言ってましたよ。 あのアナウンサーっていうのは自分が前に出たがる人が最近増えてるけど、うん、そうじゃなくてあくまで取材先にスポットを当てるのがアナウンサーの仕事なんだと私は思うんですみたいなこと言っててオレオレオレと思って珍しく首相なこと言うじゃない今時の子がって、ねうん、4,5年目やのにねしっかりしてるねそんな若いんですまだ2十代ちゃうかなあ,あ,そうあの下愛知の人なのね あ、そうだ、そうだ。岡崎かどっかのね。あ、豊田市かな。豊田市か。豊田市かな。またコネクトもね、と思いますが、午後すままや。どうな、福ちゃん、まだまだ、何も言えんか。四月からなんか始まんの、とか、まだそんな言えない。いや、私は特にまだ何も聞いてない状態ですね。何も変わら、私なんか。どんなシステム、あ、前に調査は、僕ら CBC にいた時はね。四月の改変とか、十月の改変は。 大体2月とか9月とか8月かなぐらいに「あなたえこれやってもらうかもしれませんのでえよろしくまた勉強してください」みたいな「やったそんなレギュラーやったんや嬉しい」みたいななんかそんなんやったけど大体 2>, 2月ぐらいになると番組のプロデューサー各の人たちからちょっと LINE とかが来るんですよ。<laughs> 今お時間ありますかとか「お茶しない?」とかが来るんです、うん。わかる そこで「どっちかなんですね春で番組が終わります」っていうパターンとちょっと新しい動きがあって僕がそれのメインをやるんだけれどもちょっとそこで福島君手伝ってほしいんだよねとかっていうパターンもあるんですよ。これはだから2月ぐらいからすっごく喫茶店によく行くようになります私は。 そうそうそうもうぼちぼちですでもそんなドキドキするしね楽しいんですよね終わるのは確かに寂しいは寂しいけどその分また次の何かができるしってた私今ちょうど36でね寒くなったなった今度37ですよこの2月であ二2月で 37? そう今ちょうどこうねバランスよくいろいろできてる時なんですよ ラジオのメインもやりながらテレビでも中継リポーターしたりロケモノも行ったりしつつナレーションの仕事もあり定時ニュースも読んでこういう石井さんみたいなね D ランクの芸能人とかあれが D ランクや自分で言ったから D まあ素晴らしい芸能人の方ともねんか時々会話をさせていただいたりもしてっていうすごく今バランスがちょうど取れてるそれというん福島も3 6日かもうそろそろあれだな。

この悩みはアナウンサーしかわかんない若狭くんは頑張ってるよとか言われる、うん、うわ先輩の名前出してな若狭くんはなあ,あの真ん中でなあ、うん、長発走りやってるけど石井、うん、どうなのそろそろまだままだまだ早いかとか嘘の言い方と思ったりね今年はほら一月にねいろんなアナウンサーがこう不利になるよっていう話あったじゃないですかいっぱいあった <laughs>、うん なんかすごい青井実さんも NHK の青井さんヤンヤン NHK の青井さんといえば我々が連絡をいただいたそうですお手紙てえなんだねお手紙いただいたいい人は青井さんほんで藤井孝彦さん藤井さんヤンヤンあとあのヤン上重さんヤン上重さんとかねヤンそうやヤンそうそうたる男子はなんかパンパンパンってこうやめましたよだから私四十六かな今四十代男性フリーアナ現在だいぶ少ないかな えーわーとかそこら中で言ってましたけどえらい増えて急に,急にね動業多少えらいことやんか私なんかも <laughs> そんなことはないじゃん不動の位置をね<い>ちゃんと気づいていると思うけど、うん、いやもうすぐ私は葵さんにもあ、うん、あのみあのニュースが入った瞬間にああんたえらいなショートメッセージパッと送ってっ普段談義談義どうですかってこう送りましたよ<っ>うんどうやの えー、まだ私は NHK にいますので年度末までちゃんと返事頂いたらちゃんと返事くださいました丁寧に<わ>まだあの窓口が決まったらお伝えしますねみたいな、まあ、どうなるかわかりませんけどああお返事をいたただきましたよ僕もね、うん、あんたも偉いなちゃんと連絡しても僕らもやり取りした仲やから仲、まあ、っちゅっても23往復しかしてへんでもはい、はい、福ちゃんも葵さんと2往復僕も葵さんと23往復や NHK のな。うん で今回このニュース出た時は、あのー、それこそ僕もメールしようかな思ったわけ、はい、でもなんて送りゃいいんだろうと思って森、ね、さんも「フリーですか?」みたいななんかフ「フリーの先輩ですよ僕」みたいな<ー>もういやいや,やしな風吹かせ系で捉えられがちですね、うん、だからお互い頑張っていきましょうも、うんかそらそらしいしねえ。うん なんやろなと思ってるうちにメールはしてなかったよ。そうでしたか。私はまあそういう意味ではめちゃくちゃ下だから、すぐこれね連絡取れるんで。そうまた四月以降青木さん来てもらおうよ。うんそうですね。いやこれもなんとかしないですよ。なと上重さんですよ。ピーエル学園の上重さん。上重さんなんだろう矢尾の人でしょう。あそうかそうか。だから東昇さんが隣やな。そうでしょう。だから今青木元太さんはどんな気持ちだろうと思ってますよ。あ。 青木玄太さんは今大阪で帯をやってまるもともとは日テレですからパスタ一さんと同期どんな気持ちも何もないんちゃうのだって大阪の領域をねひょっとしたらこう犯されかねんわけじゃないですかライバルってことライバルですよ後輩だけど上さんって だって松坂と投げ合ったもの、えげつないピッチャーやのな。そうなんですってね。いや、すごいよ。プロ野球選手になってもおかしない。アナウンサーになったことの方が驚きぐらいの人。でしょう。ん。ほんで僕、あのなんか、面白いこと言いはるから、すっきゃは。あ、そうですか。へえ。面白いやん。面白い。だから、八尾の人ね。ちゃう。そうか、そうか、魂。根底にやっぱ、ちょ、ちゃんとあるんですかね。面白いこと、言いはるわそれも、これで若狭さんと会いましたよ、私。若狭さんと。はい。 おおう何やろ y o u t u b e のコラボで CBC と一緒に。あなんかちらっと聞いたぞ。若狭さんがうち来て金曜の夕方ゆうとったな。一緒に喋っててで終わって飲みにも行って。飲みに行った？そこで知らんかった。でザタイムのちょっとこうねお互いどういう風にやってんのみたいな中継の裏側みたいな話とか TBS さんあれなんとかしてくれないかなみたいな話とかをちょっとこう共有したりとかして。二人きりで。ええとうちの方のまあディレクターもいましたけど。ディレクターさんも。ちょっとこう喋って。 で若狭さんが今ちょっと困ってることがあって何やの,であのザタイムって中継前にね、うん、通線チェックっていう回線チェックっていうのがあるんですよスタジオとうん、スタジオと掛け合いをして、うん、ちゃんと音声映像がクリアに向こうに行って CM 中にやるやつやなっこっちにも来るかっていう中継先とちゃんとやり取りできるかっていうチェックをやるんですけども、うんうん、ここで受けたいって言うんですよ <laughs> ここでスタジオを笑わせたいってう安住さんと やるやろ、そうせんきで。とか、まあ、他の宇賀神さんとか。杉山さんとか、そういう T. P. S. アナウンサーの人、やり取りするんですけど、ここで受けたいって言うんですよ。で、これ、私も全く同じ気持ちなんです。だから、僕も結構、いろいろ工夫はしていまして。本番よりも、なんなら、そっちに力を入れている時、すらあるぐらいで。 どんな笑いが生まれるの高田純次さん的に下から出てくるパターンがまず最初ですよ。ああまずそこからです。て言ったら下から出てくるまそれでも面白いかあとは眼鏡をおでこの上の方にちょっとかけといて台本を遠目で見てお前も老眼いみたいなそういうボケとか細かいなそういうのとか向こう嫌がったれへんかそれ。僕によ 僕によく似たディレクターを置いておくとか、だかそういう、だ <laughs> かそういうのでちょっと、まあ、面白い、ね、ちょっと人笑い起こした方が、何てうんですか、その後のやりとりも活発になるんじゃないかという、笑顔でというね。それだから僕スタジオ側で用意やるわ。あ、偉いあの中堅さん、何々さんと言って、うん、で僕もなんかその笑ってほしいから、うん、で僕用意やるのはこれあのえー、えー、例えばなんやろうえー。

でもそれをスタジオがやってくれたら,ら楽めちゃくちゃ楽ですそ,うやろそれやってくれたらあんまり TBS の人はそれはやらないですあ,あそうか TBS の人はなんか事前にちょっといろいろ SNS とかで検索してくれてて「ええー、なんか「この間武道館出たらしいじゃないですか」とかのそういうのをやってくれるあったかい番組やないいんですよそこは<ー>だからこっちもなんかこう仕掛けをね用意しとかなきゃいけないんだけどもうやることないよねっていうのを若狭さ,さんが悩んでて。 うん、でじゃあ,でじゃあ僕一個だけあ,の、うん、あるんですって言って、うん、これあの大体受けるやつあるんですよって言って<何>あの眼鏡をもう結局眼鏡なんですよ僕眼鏡を、うん 斜めにこうやってかけました。殴られたみたいう殴られたみたいにこう斜めにかけて、おはようございますっていうだけで結構ちゃんとみんな笑ってくれます。確かに。っていうんでちゃんそれいいねって言って。笑うよって言って、あの今日やってたみたいですね。今日中継ないや。わざわざそれをスタッフに動画撮らせて僕のところにラインで送っていましたもん。福ちゃんありがとう受けたよっていうラインが来ましたもん。わかさん聞いてるぞ多分。今日さ聞いてくださってるぞ。それを見越して送ったのかな。 <あ>石井さんにこの話するだろうと思ってなるほど森川さん聞いてたらあのー、LINE っていうかメールメールあそう、うん、メールねくださいよ送ってくださいよ、うん、えっとそう皆さんからもメールお待ちはしているんですよ、はい、えー「if」「mbs1179.com」小文字で「if」「mbs1179.com」までメッセージをお送りくださいそして公式の「もあります、えー、ハッシュふだんぎだんぎ」でつぶやいてください皆さんも結構ちゃんと聞いてくださってますよ うん、あ谷本さんんししっかりしてるよなかね,谷本ちゃんね昨う大阪国際女子マラソンの優勝インタビューをして、ね、カンテレが中継してましたね、うん、前田穂波選手ですってやってたああうんそそうだろう<で> <laughs> えー、他にもなんかいろいろ漫才よく頑張ってましたねみたいなコメントとかありがとうございますそれは X でうん X でねあとは「あやパンに会えたってうらやましい」とか。 二千一年入社だってみたいなね。そうそうそう,そう、うん、私二千やからな。そうですか。うん、うん。グリーン車で亀梨さんにお会いするの羨ましいみたいな。ありがとうございます。赤なみたいな書いてあ赤なし点点点みたいなコメントもたくさんいただいているような状況です。あります。<laughs> ますで、橋安メールもね、これ届いてますんでちょっとい一つご紹介しましょうか。はい。ええー、この方姫路市のとっちゃんさんからいただきました。この間成人の日に娘の成人式があったんですが、娘は成人式の式典には行かなかったようです。 成人式はおっちゃんの話聞くだけやし友達らと会えたらええねんと言って、えー、そ成人式が終わるくらいの時間を見計らって振袖を着ることもなく普段の格好のまま家を出ましたかっこいい。そこから友達と合流して飲み会をはしごして帰ってきました、うん、まあもちろん成人式に出なくても自由なんですが最近の子はこういうものなんでしょうか、うん、ということですね自分の時を考えると、うん、僕も東大阪の 会場には行ったけど、はい、会場の中そうですかそんな,なんかそれこそそのおっちゃんの話聞いてもはやなあ式典はもうどうでもええだな俺、うん、<ー>か友達に会ったりなんかして、うん、っていう記憶がありますわあそうでした、うん、私は逆にもうしっかり式典も出て紙袋ももらって。<laughs> <laughs> <laughs> はい、で、その最前列で座ってそうやな最前列ではないですけど。二 <laughs> 列目ぐらいではでもいたいような気がする。<laughs> ちゃんとこう話聞いてね。<laughs> <laughs> やってましたよ。僕式典好きなんですよ。<laughs> なんやね。式典好き。<laughs> 式典って面白くないですか。なんか。え、ど、え、式典ってでも、か、話おもろい。 いや話はどででもいいんですよ近畿大学の卒業式みたいなのやったら僕も行きたい,いや、まあ、分かりやすいああいうのもあるんだけど、うんうん、なんかもうみんながこう一生懸命こうちゃんとやってる感じが面白くないですかは<ー>私はあれなんか好きで式典、うんえー、よく勝手に式典とかなんかやってましたよ部活の後輩とか集めて勝手にあの会長の就任式やりますとかっていって <laughs> 黒紋付き着せてとかやってましたよいやー個性的やないや、あのー、その頃から雑なまとめ <laughs> なんですか個性的やなーって。 面白いやんか、ま。こういうメッセージ誰なんですかそれ <laughs>。<laughs> えこういうメッセージもね送っていただけたらと思っております。で、えー、この後なんですけれども、はい、先つばのコーナーをご用意しているんですけれども、うん、え今回はですね。 センベロってわかりますかね。僕ね知ってるんです。あ、知てます。千円でベロベロ、うん。はい、このセンベロをメインに食べ飲み動画をアップされているユーチューバーの方、うん、レイランランさんという方にお越しいただきます。それではこの後九時までどうぞお付き合いください。さあここからはさ先鋒のコーナーゲストコーナーでお送りしてまいります。はい、MBS ラジオへのご出演はそんなにないけれども、うん、これからきっと。 もっっといっぱいぱ活躍されるだろう、うん、先にだから仲良くなっておこうという方をゲストにお迎えするコーナーナです、はい、前回は学生落語出身の若手イケメン落語家桂天吾さんと桂源太さんというお二人、ねうん、来ていただきましたけれども、はい、今回お越しいただきましたのはユーーーチュバの方です、うん、女性一人のみで飲食店を巡る動画をアップしているユーチューバーのレイランランさんです。 こんばんは。どうぞよろしくお願いします。一人飲み動画で YouTube アップしているレイランなんと申します。よろしくお願いします。ますよろしくお願いいたします。うん、この番組に YouTuber の方がご出演になるのは初じゃないですかね。ああ<ー>。うん、そうか。石井さんもまあね、それはねテレビの仕事をしてますし、はい、私もしてますけど、はい、YouTube もなんかやってたじゃないですか一時ゴゴスマなんか。やってましたね。あのーうん、なんか自然消滅というか立ち消えになりましたけど。<laughs> <laughs> テレビ局の YouTube あるあるですけどね <laughs> 今あなたなんか毎朝その YouTube の監督かなんかやってないそう僕はい、<れ> MBS のアナウンサー室の YouTube チャンネルの P プロデューサーですやろ、はい、ほんで読売テレビさんかなんか行くやつがすっごいバズってなかったまあ結構多めに再生されてますあれなんかは レイランランさん、また一回見てあげてください。あの、毎年いろいろ、毎年やってる。いくつか拝見したんですけど。あ、でも、そのバズってるものが、ど、どれかすいません、わから。なそうですか。じゃ、あ大してバズってない。です大しては、言ってないです。これ。言っていい。レイランランさんの。今回ゲスト。私、レイランランさん、名前を聞いても、ピンとはごめんなさいね。はい、ちょっと来なかった。でも。パッと。動画を見たら。 この方はゲスト決まる前から僕普通に見てたっていう、そういつも見てますだっただからわあ生で会えたっていう今ものしてもあのねあの朝の早いなんか八時開店の店とか行って開店前から行ってなんか乗れんピア行くとこからおばちゃんと喋って入って一ね朝飲みも行きます。朝飲みシリーズですかあれは。 あそうですね、朝飲み企画で今日は早くからオープンするお店でお酒飲もうっていう、ね、大阪のね、はい、あのカウンターの居酒屋なんかであれあれごめんなさいそもそもから聞いていいですか、はい、え何年前からやってあるんですか YouTube5、えっと、年前ですね2018年の5月に初めて動画投稿したんですけどはい その時はちょっとこうジャンルを瞑想してまして私その動画見ました一番古いやつがまだチャンネルに残っててそれ見ましたけど自己紹介みたいな自己紹介から始まってカップラーメンを家で食べてみたりんかメイクしてみたりっていうちょっと瞑想やや瞑想だったんですかそれ2018年って6年前でしょそそうですね年らい前 家の範囲で全然いいですよ。あの、はい、それまでは何の仕事されてたんですか。普通に仕事してたんですか。あ、そうですね。ちょえっ、ー、と YouTube 始めるタイミングの時はジムのお仕事をしていて。ジムのお仕事。はい。<ー>でまあそれまではあの販売のお仕事だったり、あの先ほどちょっと話題に出てたんですけど、うん、新幹線の、ね、えっ、ー、とパーサー。 ええええワゴンはいワゴン販売今ね今はもうあれだったけど新幹線あれやってはったんですか二年ぐらいなんですけど二年間 JR 東海パセンジャーズあ東海とえっと西日本と一年ずつ行ったんですけどあれもしてたんですかあそうそうですよえこんならそれこそ亀梨なくんのみならずいろんな人見たんです違います まあ何人かそうですね、うん、お見かけしてまあ、でも仕事中なんで声はかけれないですか,、ね、かけへんね, <laughs> ねそりゃそうですよねあって思うんですよねやっぱあって思いますやっぱりあ眩しいそりゃそうですよね<笑><笑>あそう,、えーそうえ。なんかその 急に聞いて申し上そのパーサーですか、はい、ワゴンレディー時代になんかおもろい話ありますおもろい話で雑な聞き方でご難しい振りごめんなさいねこれが石井良次郎ですか今までの司会者が一切やってこなかった <laughs> 何かおもろい話はありますか, <laughs>、ね、んかこんな恐ろしい8年すごい、ねね、冷やが出たごめんなさいなんかこんなことあったわ印象深かったことみたいなぐらい,あれぐらい感じでいいと思います何でもすごいお客さんいたなとか あの車掌さんえじてやったなとか。そうですね。す、うん、えっと面白かったことですよね。っていうかじゃあ、はい、でもそもそも <laughs>、はい、あの名古えお新大阪から東京までかだから区間は。そうです、ね、東海の場合東海ははい。つまりその2時間20分、はい、もうずっと働きっぱなしですかあれ。あでもこう。うん 暇な時と忙しい時がやっぱり車内販売にもあってお弁当時間帯の列車とかお昼の朝のコーヒーがめちゃくちゃ売れる時間帯の列車とかはすごい忙しいので休む間なく行ったり来たりを繰り返ししてまたもうほんまに客席に45人なんていう時はもう暇なわけであんまり往復せんでわけですかそうなってくると最低えっと。 三往復はするんですけど、早く終わったら、あの、こもってました。困る場所があるんです。困る場所があるんですよ。ちょっと座れるんですか、椅子に。あ、まあ、なんか簡易的な。はい。でも、あれは売り上げがいい方がいい。あ、歩合な。歩合ですか。今、昔の話ですけど、今、どうかしら。そうですね、昔の話なんであれですけど、歩合ではなかったです。あ、そうじゃ、どんなに売っても一緒なんですか。はい。で、今もうあれがなくなって、オーダー制になって。 たんですもんね。あ、ね。そう、言わない、和のじゃなく、あ、なくなりましたね。あ、う、ごめんなさい、そんなそれもやってた。その人がなんでユーチューブ始めるかと、それきっかけ教えてください。始めたきっかけは。とたどり着いて、ごめんなさい。もう和の方が気になってしまっあ、そうです。ごめんなさい。ユーチューブより和の。いや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 、大事よ、せんべろ。えっと、始めたきっかけは、あの販売のお仕事をしてる時に。 あの百貨店の1階のところで販売してたんですけど外国のお客様が多いなあと思ってて<う>あなんか外国人の方に何か案内できることないかなとか思ってて、うん、あ YouTube って何かやこうそこから YouTube をやってみたいなあって、うん、何か発信することをやってみたいなって思ってたんですけど。うんうんうん 英語をちょっと私全く話せないので外国人の方に向けてはできないなと思いながら結局販売のお仕事は退職して事務のお仕事を始めたんですけどその時に事務ってあんまり人と関わることもなかったのでやっぱり人と携わるお仕事の方が好きやったなっね思っててじゃあ一人で YouTube できることないかなって思った時に。 食べたり、うん、お酒飲んだり人と話すの好きなんで、うん、まあちょっとやってみようかなっていうはあ<ー> <laughs> でもその中でいきなり何もだから知らない状態で始めるわけじゃなくてそうですね別に先輩がいるわけでもな,、はい、なく男性の一人飲みの方は結構、まあ、その時いらっしゃったんですよ<ー>、うん、もう6年前言ったらもう YouTube ってもう普通に YouTube でした y o u t u バーもまだ走りぐらいですかああでも走りまではいかないんですけど長い方もね10年以上とかはいされてらっしゃるので一人のみの女性が少なかったんですよまだなのでこうちょっとやってみようかなっていう骨一見目行くわけですねそうですね最初はやっぱりね緊張して人の目も気になるのであれど撮影って何 iPhone ですか。 最初はアイフォンでしてたんですけど、今はこう V ログ用の撮りやすいソニーのカメラ使ってるんですけど、本当マッチ箱みたいなサイズのやつですか？ゴプロですかね。ゴプロじゃなくて。ゴプロはい、ゴプロは使ってないんですよ。はい。コンパクトデジカメぐらいのやつですね。はいはいはいそれ一台一カメですか？二カメ？一カメ？一カメで。一台でやるんだ。一人で撮るんですか？完全に。ほとんど。 一人で三脚を立ててカウンターやったら横に三脚立てて飲み食いするのが映るおかみさんともしゃべったりするじゃないですかあれはカメラ振ったりしてるそうですね自分でカメラをおかみさんに向けるか手を伸ばして自分も一緒に映りながらこう編集も自分でやってっていうのをやり続けて現在チャンネル登録者数25万人ですよ。を超えてるんですよ。 総再生回数1億3500万回以上ですあらまあまあまあすごいやんかいすごいですねあ,ありがたいです <laughs> でなんかでポンと火がつくわけでしょ最初からいきなりうまいことそのせんべろ企画も回っていかないわけでしょ、はい、きっと、はい、な何がポンだったんですかきっかけみたいなのは、まあ、一人でこう、うん、やっぱり西成っていうちょっとまあディープな地域に、うんはいはい 見たなそれ。足を踏み入れていたあれ百円お好み焼きのやつですか私も見ましたそれたくさん街の方が声をかけてそうほぼ字幕が字幕になってないみたいな作ってましたよねそれでグッと来ましたそうですねあのお好み焼き百円お好みの動画が結構再生回数伸びたのでそこでこうたくさんの方に知っていただいてへーそっか今は週 何人ぐらいのペースでせんべろ企画やってるんですか週にあっ違う2日に1本あげたいんですけど2日に1本あげたいんですけどでもやっぱり飲んだ後にちょっと編集ってしんどいのでそうかそうなんですよ普通に飲んでますもんねはいなので23日に1本っていういやでも大変でしょだって店探すも自分でしょはいアポも取るんですか もはい直談判が6割ぐらいですねお店に直接行って今日今から取らせていただいてあ今からなんだもう電話でいついつ行くんで頼ますじゃなくて行ってすまへんよろしい大体みんないれりますそうですねまあたまに1割ぐらい NG がはいてますけどえそうなんだで店探しはインターネットとかはでやって そうですね常にこう,、うん、もう新店舗だったりちょっと特徴のあるお店っていうのを調べていてほんでいきなり行って2日に1本3日に1本ぐらいやってあれ朝飲みっていうジャンルを僕はレイランランさんの YouTube で初めて知ったんですけど、はい、朝の8時とか <laughs>、はい、<laughs> 7時に開店して、はい、なんかビールとなんか枝豆小鉢で600円ですとかそんなやつでしょ、はいはい あれの魅力ってな何なんですかね、あのあのいや楽しそうやどう見てもいやそうね、はい、なんか配得感もまずあるでしょうしね,ねあそうですね、うんうんあ,まあの私はその夜勤明けとかでは行ってないですけど夜勤明けで来られてる、はい、ねそんな人ですよね、はいうん、方だったり、うんうん、まあでも朝から夜勤明けじゃない方もでも多いですねあそうね私が結構行くお店ははあ私は朝番組長らくやってたんですよあ,あの嫉妬こ あ,あ、土曜日か、か土曜日朝とか、サタデープラスとか、やってたので。一時は朝飲みやってましたよ。つまりオンエア終わって、十時とか、九時ぐらいにはもう終わるんでああ。ああ そっからもう飲むっていうのを勝手にやってました。それは何名かで行かれるんですか。一人で一人で行く。吉野家でそれこそ。吉野吉野でうんやるんですよ。中ウとか楽しい。超絶楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しいんですよこれなんか。でも中ウとか吉野家やったら店員さんとかいばできないや別にそこがそこがいいんですよえそっちゃうの？それはどうでもいいです。そっちはどうでもいいです。ランランさんは？ あれ会話ちゃうの？まあ、楽しいのはいまあ私はそうですね、うん、結構会話を楽しみながら、ね、はい行ってるタイプすけど。あでも飲む飲むの服じゃん飲むだけでもいいんだ,だから。朝飲みは結構いろいろパターンが多分あるんだと思うんです。<ー>こうやってこう店員さんと会話するのが楽しい人と<ー>もうなんなら自分のでこうなんかオンエアとかラジオとかを聞きながらこうやって一人でこの世界こまあ、この <laughs> 街の中みんな働いている中俺は一人でこのその人たちを眺めつつねちょっとビール飲んじゃうこの感じを楽しむとかいうのもあるんででもうそん,なそんな朝飲んだら、うん、それこそ先も編集がなかなか昼寝てしまいまいせん、はい、<laughs> 帰って、まあ、寝ち絶対 <laughs>、うん、まず朝取材行くんで早起きてる分 <laughs>、はい、お酒朝って回りやすいってあるんですかやっぱりお酒。ややっぱり回り回すすいいですね、うん、あそうなんだはい 販杯しか飲んでないのに。やっぱり。あれなんででしょうね、人間の生理かな。<laughs> なんでしょうね。朝飲むもんじゃないんでしょうね、やっぱりね,ね, <laughs> ね、それもともと酒強いんですか、好き、好きなんですか。あ、もともと、でも、そんなに強くはなくて、こう飲んだり、こうワイワイするのが好きっていう。はい、感じです。今度今まさに、好きを仕事にしてる感じで。楽しい毎日ですか、はい。あ、そうですね、まあ、その撮影してる時は、結構、その楽しいが。強いんですけど、うん。うんうん 編集が結構時間がかかるので、編集も自分でパソコンでやるわけですか。はい、パソコンで。一台のカメラの素材でどれぐらい回ってますか。分数は。六十分ぐらい。六十分ぐらい回ってそれを十分ぐらいにするんですか。はい、いつも十分。そうすると五十分カットですよね。はい。そのつなぎがものすごい大変。ね、それめっちゃ大変。いや、それを二日に一遍すごいな。あの。 だいいたテレビのね編集の人に聞くと1分の V つなぐに1時間かかるっていうのは僕ら先輩によく言われました、うん、だから15分の V やったらな賞味15時間プラスアルファかかんねんで、ね、みたいな話を聞いてそんな感じですか そうですね、まあ、あの、テレビの方に比べたら、そんな、あの、もうカメラも一台しか。はい、で、自分で撮ったものを自分で編集する。あ、分かってるしね、内容が。ねこ使うって、決めているので。まあ、で、トータルすると、その、テロップもフルで、全部入れるので、カタカタカタと打って。はい。 十時間ぐらいはかか、ね。あ、やっぱ、一分、一分かかりますよね。はい、それを二日に一回やってるのは、やっぱユーチューバーって、なんか、ほらね、うん、ちょっと、娯楽して儲けてるみたいなと言と言けど。絶対違、ね、絶対そんなことないですよね。畑仕事みたいな感じですよね。もう、本当に、コツ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  <laughs> もう、しっかり、ネタを探して。ね。ある程度の、テーマ性とか、企画性を持って。やんなきゃいけないでしょ、はい、まあ、一人なので、こう、うん。 行くお店とか出会う常連さんによってすごい動画の内容がかなり変わってくるので、ね、どんな方に出会うかでそれまた面白いですね行き当たりばったりじゃないけどもねどんな出会い、うん、そのねやっぱりもうベターな質問しますけど YouTube の,そのあれすると、はい、やっぱりサムネイルっていうんですか表紙に何かく何載せる写真、はい、これやっぱり大事なんですか そうですね。もう事前にこうサムネイルとタイトルは考えてからお店にはあそうなんですか。はい。どうどうどう。そっち先なんだ。めちゃくちゃ勉強になる。あ、そうなんだ。え、タイトルとサムネイルを先に作るのか。へえ。さすが毎日調それはなぜですか。先生、それはお前な。先生だなんて。なんでなんでですか。やっぱり。 こう決めずに行ってしまうとあとからあサムネイルタイトルどうしようって迷っちゃうので、うん、もう事前に決めておいて、うん、まあ第一候補として決めてから行くんですけどででまた出会いによって第二候補第三候補がい、はい、その場で,で新しくできていくっていう。じゃあその動画の骨子を先に決めておかなきゃいけないってことなんですね軸がどうなるかっていうのを。 この映像の主題は何かということを明確にしてからいかないと、何も取れないってことですね。はあ。例えば朝、朝七時にオープン、四百円で。ベロンベロンみたいな、っていうこと。はい。そう、そ小鉢がなんと、五つもつくとか、そういうのは、決めはくなるほど。で、何本取りですか、一日あれは。研究者か。あれ、一日何本取りですか、大体。一本取りでしょ 前は3本撮りとかしてたんですけどでもやっぱり3本目になると、うん、あんまりお店のそうなんです紹介がちゃんとできてなくて把握できなくなって,てない <laughs> 取材がねちゃんとできなくなるかな。はい 日本はギリギリ大丈夫ですね吉田類さんの酒場放浪期あれ多分三本撮りぐらいしてる感じしますね BSTBS か回によってもう顔真っ赤でスタートしてる時ありますもんね確かになあれねあれも見たりするんですかはいもうもちろん拝見しますはい。なんかこのこういう要素だけはまあごめんなさい裏話みたいになるけどこういう要素だけは入れとこうみたいなんてあるんですが例えば最後はなんか笑顔 お笑いにするとか、うん、あ,あの何かありますこ,こだわりっていう,いうかポイントですね。うん、まあ結構その今で900本ぐらい動画を上げてるんですけどこうマンネリ化しないように、うん、まあ最初の掴みじゃないですけど、ね、最初の <laughs> 20秒ぐらいはこう何かちょっとうん、うん 一人一人コントまでいかないですけど<ー>なんかちょっと違うことをい<ー>取り入れてみたりとかあ,<ー>あとはまあカメラも一人なので地面にちょっと置いて自分が通り過ぎて過ぎ。 映像を撮ってもう一回カメラ撮りに行ってっていう忘れてましたみたいな忘れてましたじゃあすいませんあのないんですけどんかカメラワークをいろんなパターンで撮りたいっていうのでじゃあそのサムネイルがな大事やって僕ら聞いたことあるから僕らも「そのご子様のやつとかでね YouTube でんかこれお前 閲覧禁止とか書いたらみんな見てくれちゃうか言うて閲覧禁止閲覧注意とかね全然伸びへんかったんだからそういうそう単純なもんじゃないんでしょう気合い入れてサムネイルタイトルこれはいけるぞと思って出した時にかけてあれみたいなあれ違ったんだと思ってこう。 分公開してから30分で直近10本のランキングみたいなのが、うん、あの見れるじゃないですかそれで、まあ、10位とか9位だったらはい、はい、もうすぐまた変えますねなるほどえど,どういうこと だからそうするとこの今言ったら動画って出した瞬間からが一番見られる時間になるんですよね。でその出した瞬間言ったらフレッシュなんで上に出やすいんですよ。でそこで再生ボタンをポチッとなおしてくれないということはそもそもこの入り口の看板が間違えてるんだという判断をするわけです。で30分以内にその看板自体を掛け替えていろいろ試してみるっていうのをやるということまでの で見れるはい。自分が出した動画の中でここまあ一時間とか二時間とか三十分とかどれぐらいの動画がどのぐらい見られました。これまで上げた動画十分間のランキング回数言ったらその動画の初速の強さだからですよ。そうです。ほんでそれでもしちょっと下の方やったらパーンと変えるんだ。はいなるほど。すごい。そういうことか。それ教えちゃって大丈夫みんなやってることと言やそう。そうですね皆さんやってらっしゃる方なるほどと思います。 そういうことか。サムネイル変えるすぐね。はい。一生懸命作ったけれども、そこは。い。次の第二候補に。その辺のなんかユーチューブのなんか勉強会とか情報交換横のつながりってユーチューバーてあったりするんですか。ああ、事務所内でこう。事務所入ってるんですか。はい。事務所に。え、元々事務所に所属してたんですか。元々はえっと個人で、はい。初めてで事務所にあの。ユーチューブ事務所です。はい。 なんでそれ所属したんですか。ちなみに何かその方がいいちょうど初めてまあ一年ぐらいの時に、うん、あのまあ声をかけていただいて、うん、であの事務所に所属することに。いやユーチューバの方の。はい。 事務所に入るメリットっってて、うん、何があんのかなと今一瞬思っていやだって自分でできて、うんはい、自分で編集して自分で上げて、はい、個人事業主で <laughs> マネージャーいらんがらなマネージャーらなやった方が見入りも多分いいだろうしとか思ったりする <laughs>、はい、な何がメリットなのかなか今おっしゃったようにこの横のつながりが、うん、あ事務所内での横のつながりができたりだとか、うん、その。 お仕事の案件とかのやり取りがスムーズ企業案件はいどういう案件くるんですかそれ今までそうですねさせていただいた案件だとライズアップの案件だったりとか案件ってごめんなさい僕全然知らないんですけど要は CM ってことですかそうでもないそうですね動画制作をしてくださいこれ宣伝してくださいあということかまだやい C.M. か最近多いですよねそういうのねその代わりプロモーションを含みますみたいな書いてあるですよねああれかハッシュタグ P.R. とつけなきゃいけないあそうなんだあ私もねなんだかんだね最近ね YouTube の仕事ばっかりやってるんですよ本当にもう最近 I.T. ビジネス部とかそなんかそういうところとばっかりやり取りしてるんですよ私いろいろ教えてもらういやアナウンサーの方とお話してるのにこの YouTube の話がすごくここまでできるとは思ってなかった私ちょっ コンサルできるんじゃないかと思ってるぐらいに最近アルゴリズムめちゃくちゃ見てるんですよ実際結果出してるしなちょこちょこですよゆっくりやっぱり、ね、更新頻度に勝るものなしですね <laughs> そううんとに、ね、おすすめに上がるかどうかっていう,のうなんですよだからあのー 数打当たるという言葉は違うかも分かんないですけどやっぱりいっぱいやっといた方がええねや私だから隠れ YouTuber になってるからアナウンサーの仮面を着た YouTuber なんで私今完全にあなたやってるもんなそのから若狭さんとのやつももうがった若狭さんとのやつはまだ今編集編集中編集もするの編集も私今はちょっと別のディレクターにやってもらってますけど編集もやったやつありますよね編集もプレミアっていうソフト私個人的に契約してますからね あ、ええー、毎月。まず毎月ですか。そう、払うんですか、編集ソフト。プレミアプロ。プレミアプロ。プレ,プ,ロプレミアプロ。フォトショップ。とかね、うん、アフターエフェクトとかね。う<わ>そう、イラストレーターというアプリが、アドビのアプリがあるんですよ。月額七千円ぐらいかかるんですよ、あれ。私それ個人で入ってんだから。リセットの。リセットのやつ入ってんだよ、クリエイティブクラウドってやつ入ってんですよ。えー そうですよ。いろいろ教えてもらい,いな。いや、教えてほしいだ。今日はもう正直、<laughs> ものすごく楽しみにしてたんです。もう、僕、僕なんかよっぽど、それ。本当に。<laughs> いや、もう、だから、編集、本当、ど、何使ってやってるんだろうとかね。 いや、私もプレミアプロ会員になったんですけど、ずっとパワーディレクターっていうソフト。そうなんだ、買い切りのやつですね。あ、そうです。あちらに慣れてしまって、逆にプレミアプロ教えていただきたいぐらいです。いやいや、慣れてありますよね、編集の。ありますよね。ソフトによっても結構違ったりとかもあるしね。あ、そう、な、どういう企画が当たりました?。企画で当たったのは。あ、まあ、先ほどお話して、まあ、百円お好み焼きだ、ったり、えっと、日本酒いちご一円。 店で、それクリックするわ。どこにあるんです？か日本酒一号一円どんな店でクリックする？J わ R 天満駅降りてすぐあるんですけど。日本酒一号一円？一号一円って安くなければ大丈夫だと思います。一号一円って 180cc 一円？はい一号一円でした。一号一円一号一円お店の名前はなんてんですか？えっと中トロと豚足さん。 中五円安いやんか、安、は、息、い。一五一円はすごいですね。はい、なんでそんな安いんですか。え、ほんまに一円なんですか。あ、本当に一、一円。なんで、ほん、そんなに安いんですかって、今、石井さんが聞いたときねえって言ってました。だから、レイラーさん、わか,かんないよ、でしょ。お店さんなんで、そんなことしてんのか。だからどこで、サービス品か。 ねあのなんか大体、うん、こうお酒が安いお店ってこう料理がちょっと高めだったりするんですけど<い>でも<ー>そこは本当に何でもお安いので、うん、私もなんでかな面白<ー> <laughs> いなあ。あそこ聞けへんの？なんかなん僕ら、ね、僕らテレビ病でね。はいはい <laughs> もうその1号1円の理由は絶対につんやつや、ね、1五1円ってよくやってますね。ねそれそれそれこれねねままギギリギリでででやっっギリギリっててすななんでそんんそそ安い大概帰ってくる あの答えは、あのお客様に喜んで。あ、まあ、そうか、そうか、そうか、そうなっちゃうから。はい、なっちゃう。笑顔が見たいから、なりますもんね。はい、そうそう、お客さんに笑顔になってもらいたくて。大阪を元気に、やっぱりしていかなあかんからってやつ。ですね制度対象一号一円というのは安すぎません。でも、ギリギリやで。あ、ギリギリ、うちもギリギリやけど、まあ、笑顔になってほしいね赤字ですか。赤字や。 赤字やけどな笑顔になってもらわなあかんね大阪元気にしてはんだなじゃあ大将の心意気やこの店はええ店ですね大体こうなるこうなるからもう聞いても一緒ってわからんではないですねこっちゃない大丈夫体調はいいんですかあんま飲みすぎて体調悪くなったとか大丈夫ああそうですねやっぱり撮影してる時はそこまでスイッチが入ってるのでお酒回ってこないんですけど 終わった後とかにあやっぱり空交換神経入ってねあ先ほどの話ですねいやほんまセやわ顔さすようになったもういよいよ街角でラナちゃん飲み屋さん飲み屋まあそれはそうやわなあそれはすごい話要するにユーチューブってもこうその世界ゴルフ動画居酒屋動画でその世界市場が明確ですよね僕もだからゴルフのテレビの番組出た後ゴルフ場ってよう言われるあそうなんだだからそれと一緒で居酒屋の ラン,ランちゃんは居酒屋行ったらまあ顔さすんじゃんいや、まあ、そんなね全然もう D ランクの YouTuber 僕も D ランク<ん>僕も D ランクやけどな <laughs> そうやお互いテレビと YouTuber で <laughs> えーほんま、えホえもうなんか言われた一緒に思い。う そうですねいっぱいごちそうするわとかちょっともうなんか見てる人たちは友達ぐらいの感覚になってる人もいるそうよだって見てる人の感覚からしたらもちろんお店のガイドブック的な見方あるよどんな店なんだろうじゃなくてランランちゃんと飲んでます一人で家で飲みながらその動画見るみたいな人多いでしょきっと一緒に晩酌してくださってる方が多いみたいでほんでまたもう来ないとあれやけどもうランランちゃんちょうどええねん。 何ていうかそのいやその明るさとか含めてその明るすぎたりんか押しが強かったりいやいやんかこの適度なこのね適度もうう本当に何やろ近所のお姉さん感覚っていうかねそれは出そうと思って出せないもん YouTube の動画見てると確かにみんなもうちょっと元気ですもんねそうやねんかねダマもみたいな感じですもんねんかね向けて入り方 どうも、でしょ。<laughs> レーラーなんです。ポンポン <laughs> みたいな感じでしょ。大体。もうそうでもないですか。今ユーチューブでもそんなこともないのかな。<笑><笑><笑>じゃあ今度そのバージョンでも撮ってみますね。ゃんとなんなんじゃ自然体なのよ。自然体なんですよね。<laughs> まあ、多分あれをやってる人たちはあれがあれで自然体なのかもしれないんですけど、<笑><笑><笑>結局自然が一番。受け狙いよりも。 そうですね逆にこう作ることがあんまりできないのでそのままという感じですねあお会いしても視聴者さんも、うん、あ一緒やなみたいなそれがいいんでしょうね, <laughs> ねなんか和やかな気持ちになるというかねいや <laughs> もうあの詳しくは聞きませんけどもう本当になんかこう、はい、それで生活はできてますか もう普通にいわゆる収入じゃないけども、もう普通に生活はできますか。普通普通のそうですね、普通の生活です。ああ、なるほど。普通の。いわゆるユーチューバーがなんかね、1000万でなんとか買ってみたとかそういうレベじゃないけれども。エスクラスのもうエスクラス。なんであれエスクラスの人はなんであんな金持ちなの。不思議だ。何が何ですかね。何がそれにもお金のあとしてるでしょ。多少は。タブないところね。何をしてんのは。警察に捕まり始めてるんだよね。何何で穴なの。ねえ。 ねあもうわかんないですかね。いやもう好なぐらい。そこはねえです。わからないもうだからそれがいいやんずっとこのそのカウンター五百円千円の居酒屋に行く生活をずっとしてるからいいですよね。実感込めていけるわ。それで普段はなんか五万円のフルコース食べてます。じゃないわけでしょう。全然食べられるわけですもね。それが偉いわ。えじゃその撮影以外でも外食もするわけですか。

次の日電話かけるって。今日もありがとうございます。そこまではちょっと私まだできない。まだできてないんだそれ。今の時代だからでも難しいかななんか今忙しい。あそれもか。お手紙がいいですか。お手紙かな。うんまあそうか。外外食ばっかりですか。外食。まあたまには家で。自分で作る。 でその自分で作るのを youtube のカメラ回したくなったりしないですかランラン<あ>今日は一人でやりますみたいな一人でちょっと料理しちゃいましたいな <laughs> 料理しちゃいました一 <laughs> 人で晩酌でございますみたいなプシュとかで,で 1, <laughs> 1 0円どころじゃありません、ね、<laughs> 挨拶どんなんやったの、うん、挨拶 youtuber の挨拶どうもーレナナですポポーン俺それめちゃくちゃ面白いわ <laughs> なんでやねんなんやろそれ <laughs>

んかあのあの感じのところが原点にあるんでしょうかうあれはあれは明るくしようっていうやつヒエヒエみたいなことでしょ <laughs> え好きな YouTuber 誰 <laughs> ランランちゃんの好きな YouTuber はわあでもね、うん、やっぱり同じ食のジャンルを見ちゃうんですよね。そうなんですか食食以外 あ、以外ソンセラさんはソンセラさん知らんソンセラさん知らんソンセラさんどういうジャンルの y o u t u b のソンセラさん何でしたっけあの方はいやあとね早稲田大学野球部を経て野村証券に入り4,5年で辞めて今フリーで個人事業主で保険を売ってる人でサラリーマンとかええまあ フリーになったりとか、はい、いろんな生き方の自己啓発的な話を週2回ぐらい投稿してるユーチューバーソンセラさん。知ら気がすごいですで大阪出身で僕そのソンセラさんの好きで全部見てて、<ー>全部見たわけ。あそうですあの2日ぐらいでずっと見て<ー>面白いなと思って本当あの連絡先みたいなの書いてたと連絡したよ。<ー>あのソンセラさん一回え帰ってきました？うんあのあの,あの 要するに保険に興味のある方はここまでっていうので,で僕別に保険興味ないねんけど、はい、あなたの話が面白かった。 とにかく2日で全部見ました1回あの会ってお話できませんか?」んか言ったらすぐ返事来て「うんでえー、あの人はやっぱりそんなもんも言うてはんねん YouTube で仕事はとにかく返事は早く<ー>、ね、リアクション早くみたいなそれができる男だみたいなもんそなん早い名古屋駅何日やったら行きます名古屋駅何日やったら行きます」みたいなあれ やばいこれ完全に保険の話なんだと思うで結果僕が東京に行く時にお会いしてやっぱあったら楽しい話するわけずっとでずっと話して結果僕保険入ったわ入ったけど入った別にそれは納得の上やで納得の上入ったけど楽しい話で年に今でも1回2回お会いするそうです YouTuber 孫セ良さんまた見といて孫世良さんすあとはやっぱり同業のグルメ系 YouTube 行っちゃう仲良し 仲良しなの？ななっるあでもなんかやっぱり一人で飲んでるのでこうな,なかなかコラ,、うん、そコラボもラボ私は少ない方ですねコラボって何あれでもねユーチューバーの方と仕事した時もコラボしましょうコラボしましょうってみんな言ってます、ね、<ー>コラボはどないなの要するに 前編後編こっちで上げるこっちで上げるパターンか。ちょっとそれ違うんです。違うはい。ちょっと違うんですよ。前編後編にしますと確実に後編が伸びないんですよ。あ、はい。だから違うテーマの動画をそれぞれ撮って同じタイミングで出す。あ、それそれがベスト。これがいいんですよね。ね。そうすると、そうするとお互いのチャンネルのこっちのお客さんもまたこっちに来てくれる可能性もあるし、総合で相互にあの何々チャンネルもでこういう動画もありますから見てくださいってお互いを言い合うんですよ。えでもあんまコラボせへん。 少ないですねまあ同じジャンルの女性一人でこう撮影してる方とあの撮らせていただいたりとかはありますなんか ai みたいな感じでなんかあのあんま喋れへん一人で旅行してる人いないなんかユーチューバーでなんか寝台列車とか乗ってなんかなんかずっとなんか一人でなんか,ろろっとなんかいますねそういうのなんかき小綺麗な感じでお顔出してない方でお顔は出してる,してるで,でもあんま喋ってへんなんかあの ずっとなんか AI みたいな私は AI ですみたいな感じいるいるいるやろいるいるあの人確かねなんか SNS でねあのなんだすごくリアルなあの人工的に作ったロボットみたいなとしてバズった人が YouTube のチャンネル確か始めたんですよね。そう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 あとあのあれあのなんかあのスーツスーツうんスー知ってるの全部言うんですよ。

今音声の佐藤さんから情報が入りました。交通系ユーチューバーだっていう。い光、光王はですね、ええ、このようにですね、えー。グリーン車といえども、非常に幅広く取っておりまして、この、10センチ多いだけ。十センチ多いだけで、こんなにも快適になるのかなって思いながら、ちょっとリクライニングなんかをするわけですが。えー、まあ、最近の後ろの方にのの、えー、お願いしますなんていうことを言わずに、えー、下げるのがトレンドになってますんで、私もそうしてみたいと。音声の佐藤さんしか笑ってないです。本来もね、スーツ。せっちゃんだから、あの人。スーツ君。ね、こんなんですずーっと喋りはんねスーツくん私、嫁子。 ってていう人のチャンネルよく見るんですヨメコさんってご主人の年収が17万かなんかで月収が17万かな月収が17万なんだけどとにかく豊かな暮らしがしたいからっていうので家のシステムキッチンを全部自分一人で作っちゃったりとかんかもうリビング全部をやっちゃうっていう人。 そういうのって、続きもね、おもれ、そんできていちゃう。作るのが、なんか、ものすごいもの作るんですよ。タブレットとか、自分で作ったりとかしちゃう感じ。滝巻チャンネルとかも見てる。何、滝巻チャンネル。ってる、滝沢真紀子さんって、モデルさんの。うん、あ、ん。僕ら、同い年ぐらい。あ、そうなんだ。余計な、なんか、引っ越しました、みたいな。あ、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 あ。でかいな、みたいな。何で、このでかい家みたいな。な、そんなんでしょう。んなんですか。いや、だから 小林夫妻とかね、五十代の何か。いや見てるね。本当です。ねお詳しい。いや見てるな。一番のおすすめ何？ランランちゃんラちゃおすすめ教えてよ。この人テレビ見てないぞ。じゃ見てるよ。見てるわ。テレビに育てていただいた何？グルメの方だとあの名古屋のタッチャンネルさんっていう方。名古屋なんだ。へえタッチャンネル。 はい、男性お一人であの、まあ、口から舌しか映ってないんですけど<ー>めちゃくちゃ食べてめちゃくちゃ飲みはるんですよ。量<ー> <laughs> を食べはるはい量<ー>もいろいろはしごされるんですけど<ー>で、まあ、声も出さずにテロップだけなんですけど<ー>す,ごすごい見応えがあって。長のタッチ,チャンネルねととかかそういういことなんですか 映よう食べはんのが気持ちがいいなとはろいないろんな裏側を聞けるないや結構ねあのレイランランさんのメールがいっぱい来てるんですいど門真市の健一さんからいただいておりますが一度ランランちゃんに会ったことがあり昨年阪神オリックスの優勝パレードの帰りに立ち寄った京阪京橋駅構内にある立ち飲み屋七つ屋 で、えー、偶然に隣にいた人がランランちゃん撮影の途中でしたがいろいろお話ししていただいたり握手もしていただきうれしく思っていますランランちゃんに会った感動は2年前に古田さん、石井さん、福島さんちょっとだけ見られた前田さんのイベント以来ですとユ、えーチューブもいつも拝見させていただいています <laughs> 今日のランランちゃんの出演楽しみにしていますということです。橋のあいかはい いや、門の方だったとは、びっくりしました。私、寝屋川出身に近い。寝屋川な。はい、そうなんです。寝屋川市駅。寝屋川市駅。はい。ではない。あ、出身が寝屋川市なんですよ。駅は。駅は、えっと、大日寄りですね。そんな全部言っていいんです。京阪寝屋川市駅ではなく、大日寄り。の。ちょっと集合住宅多い、あの辺。縦売りが多いですね。あの辺、大日。立ち飲みエリアで。今。 僕なんかあんまり大阪離れたら京橋とか立ち飲みとかすごい美味しいなとか楽<ー>しいなって思うんですけど、はい、どのエリアが今暑いんですか京橋<ー>天満どこ<番>福島一番本当に暑いのはでも私は天満かなって天満駅界隈、ね、JR 天満駅界隈はい、はい、本当に新店舗が続々とできて,いてあの天神橋通り商店街ってことの6丁目とか7丁目あたりですかね あ、そうですね。天六天、ジェ天満駅。もう界隈や。はい。周辺ですね。今若い人ものすごく増えてますよね。天満駅界隈ね。あのなんか、ちょ、本当昔ながらの通りのとこですよね。昔。関西テレビ近いとこ。ですねそうだよね。この辺って、やっぱ、なんか、おじさんがいっぱい、飲んでるイメージ。だったのが今、もう若者の。ちょっと、ちょっとおしゃれになってるもんね。でも、福島の、なんかもっとおしゃれになってるでしょ、今。ちょっと、でも、お高めでしょ。福島。あ、そうか、そか。行くとね。 天満の次は、立ち飲みとか、そのいわゆる安。い立ち飲み屋さん、天満だったり。天満か、あの梅田の駅ビル、大阪駅前。ビル。第一、第二。第一、第二コンビ。あそこの地下にあんの?。地下とかね。地下が多いですね。一階、二階にありますよ。昔あそこ、なんか、あの切手とか、あの。 切符とかね、<laughs> チケットショップとかね、あ、今もあります。ある、ある,あ,るある、はい、ある、<分>ある、ね。あと中央郵便局っていうかね、あの北、うん、あの大阪で夜までやってる郵便局、あそこあるからね。便利は便利なんですよね。う,うん、でも、あそこって一回行ったお店にもう一回行こうと思っても、たどり着かないことあるんですよ、ね。あうう迷路ですもん、ね。迷路みたいになってるから。えー なんかどこ行ってもなんかあれここさっきも撮った子みたいになるんですよ本当にわかんないんですよあの駅前ビルねあとメールまで来てますねラジオネーム A ちゃんから届いていますお誕生日おめでとうございますありがとうございますいつもポンポンに元気もらえていますレイランランさんとご紹介したんですがポンポンさんなんですかすごいややこしくてすいませんいやどういうことですか YouTube のチャンネル名はレイランランなんですけどニックネームはポンポン 出会っていて、はあ、まあ、T. M. レボリューションの西川貴則さんみたいなあの感じです、ね。<laughs> 一人なんですけど。<laughs> ユニット目がある。ていう、はい、うバカリズムさんみたいな感じと一緒ね。はい、ああ、なるほど、ポンポンさんね。ねポ,ポ,ポンポンちゃんに元気もらえています。可愛いし、何よりも謙虚な姿勢に、いつも僕たちファンと同じ目線でいてくれるのは嬉しい限りです。うん、ほんまに体に気をつけて、頑張ってくださいね。質問です。取材撮影はだいたい。 一件どれぐらいの時間かかっていますかっていうことですが、これはおよそ60分ということですね。60分で,いいですかぐらいですね。撮影したは回転のが60分やから。あ、そうですね。回ってる。もっとかかるか。1時間半ぐらいですね。1> 1時間半ぐらいは90分、はいい。今まで撮った動画でボツになったやつってありますか？ああ、撮影させていただいてで、まあ公開したんですけど、あのまあやっぱりちょっとお,とお店側から、はい、<ー> <laughs> 許可は全部取ってるんですけど、後から。 あのちょっとやっぱりってご連絡いただいたところのは非公開になったものも <laughs> 全くその経験あるは僕もアポなしの旅をずっとやっててあ<ー>あのもう完全にその人が主役のやつを散々取って、はい、でさあいよいよ放送っていう時にかか電話かかってきてあのやっぱりやめておいてもらいます<ー>もちろんその人の意思は尊重性なんかでも僕行もったもんね。 岐阜の山奥の家まで<ー>すいませんなんとかお願いできませんでしょうかそうなんですよね日、うん、が変わることでもあるんです、ね、うでも,もうそれはもちろんすいません,んということで、えー、門真市のロッキーさんからいただいています、うん、えー、いつも YouTube の配信楽しませていただいています、えー、で、えー、ライブ配信もお疲れ様でしたとえー、ポンちゃんに質問なんですが毎回訪問するお店はどんな感じで選んでるんですか、うん、えー、このポイントがあったら教えてくださいなるほどいはい。 こう結構、まあ、サムネイルとタイトルにこう、うん、響きそうなあの、まあ、皆さんにも喜んでいただけそうな例えば、まあ、肉刺し380円で出るお店とか。うん、あれな肉やのに380円ないんや。もう今ので引かれたわ。キャッチーな何かが明確にあるお店が多いですね逆に言うとお店の経営、うん コンンサルタトとかかももでできるしれないすよねこういう目玉を用意しといたら先々飲食コンサルタントやったらポンポン魚ができるんですかねこれはスナックレイランランとかやってみたいな絶対流行るいや顧客がこんだけいるんだもんって今メールが来てるレイランランじゃんその気あるあもうはいそのえ出資 死んじゃうわ。ちゃうやん。絶対入るやん。そうる。絶対入る。だってレイランランちゃんがいるスナックやで、ね。絶対入る <laughs> そら。だってこんだけファンがいるんですもん。ねほんでしかもお酒というのが好きな人があれば入てるわけやからな。レイランランちゃんとジョッキで乾杯できんねやろ？そこ行ったら、はい、絶対入るやん。なんかねそういうこう。 なんかイベントみたいなもやってみたいなっていう風にはみんなで飲もうイベントはい北野まこさんやってるよ名古屋でそうなんですかやってるちょっとうちのアナウンサー YouTube とコラボしてねスナックレイランランを一晩だけやるみたいなねそしたらうちも何かとプラスになることもあるかと思いますコラボコラボじゃ後ほど名称を渡しましょうかなという形でありますが今日のゲストはレイランランさんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました見ますね。 さあここからは皆さんから頂い,いた橋安メールをご紹介してまいります今回はこの人がスタジオに入っています近藤徹アナウンサーですはい。普段着段着なのにスーツですいません近藤 <laughs> <ーツ S 2> 泊まり勤務中の近藤です,すよろしくお願いしますすいません近藤さん本当に言えとんどくないです近藤い,、はい、いつもは前田遥さんとかですが、はいはい、初めての男性はい。あ ずっと女性が続いてた。そうですね。山崎さんとかね、千葉さんとか。逆にこちらが申し訳ない。やいやでも近藤さんとの思い出言っていいですか。近藤さんの思い出あるんですか。僕2000年入社なんですよ。はい。で97年入社です。で近藤さんが新入社員の時に僕が毎年挑戦試験を受けた時のあの生徒の案内役でした。ええ。そうなんですね。僕98か99の試験を受けてますよ。でその時に。 近藤さんはこうこんなんていうんですかこう社員証をぶら下げて「あ,て、うん、あのかっこええわけですわ、うん、もう受験生からしたら MES」って近藤を通るって何か「うん、はいじゃあ次の方こちら」って案内していただいて「うわっかっこええな」思って。 こちらしか行ってないけどそれでも輝いて見えるんですわなるほどねほんでもちろん野球実況でも大エースでしょいやいやいやとんでもないずっと聞かしてもうてますんで逆に僕今日もう全国ネットの司会者の石井さんに会えていやかっこええわようなと思いながら見てます男子アナ二人揃うと褒め合いいただそういやもう毎日毎日天気の話でよくあの司会ほとんど悪口じゃないかいそれクレープ司会者 椅子ししししでででははーいいいいきまままうかレイラランンナささんんもねにてすすくののお願よろず今日目名古屋市ジオネム桜先週の金曜日から始まった TBS の金曜ドラマ「不適切にも程がある」。 あご覧になっている、うん、大リアクションで阿部サダヲさんですとか仲里依紗さ,さんが出演されておりますが、うんはい、懐かしの昭和ワードがたくさん出てきまして昭和生まれの私としては楽しく見られたドラマでした、はい、冒頭とドラマの途中にお断りテロップがありましたし、うん、昭和時代はどこでも喫煙ができる時代でもありました、うんね、29年前に健康診断がきっかけで新潟にいる父親がタバコをやめてからタバコの煙がダメになりました、うん、さて石井さん福島さんの昭和時代の思い出話があれば教えてください <laughs> そう,うあ、ね、昭和時代は昭和六十二年生まれなんですよ。じゃあ三歳で平成になるのか。<laughs> 平成になったとから私は平成しか知らないんです、ね。<laughs> 昭和全く分かんないですね。いや昭和僕五十二年生まれで <laughs> でも僕も中学生の時に平成になるので青春時代は平成と言ってもいいですけれどもうん、うん、それこそそのさっきのそのドラマなんていうタイトルでしたっけ不適切のほどがある。不適切 これね、まだ見られてないんですけど、めちゃくちゃおもろいらしいですよ。あ、そうなんですね。めちゃくちゃおもろい。要するに。バラエティで、ちょっと昭和と平成。チームみたいなやつで。あれ、ダウンタウンさんで、大ヒットして、あれ、はい。で、それはやっぱり、幅広い世代で見られるし。え、そうやったんや、みたいな。それの、まさに、ドラマにして。しかも、メッセージ性僕まで見て、ポンポンちゃん見たの。あ、もう、爆笑しながら。爆笑した。しかも、工藤官九郎さんの脚本やから、ちょっと。 これどうなんですかって一石投じたり、皆さんも考えてくださいねみたいななってんじやろはい。そうなの。これドラマらしいねよ。テレビ局に勤務してる三人が見てなくてユーチューの方だけが見てる。これどう？はい読みながら。これが最大の問題じゃないですかメディアとして。っき言っきテレがユーチューバーさんのこの情報に対するど欲さね。すごいですよ。習わないといけません。ほんま本当ユーチューバーの方の方が上ですもんこれはどう考えてもお前や。昭和時代の思い出で言うとほんまにでも。 あのー、近鉄特急でもタバコす喫煙車もあったしね飛行機の絶対ここの肘掛けのところに絶対ありましたよね。石井さんがね、はい、電車乗る時に、うん、改札通る時に、うん、まだ友人改札。 知らないですか。ありました。あの JR の環状線僕の同車コーリー言ってたんで、あの環状線で鶴橋乗って京橋降りる。京橋で降りるときはキップキリやってましたよ。キップキリの駅員さん。福島県知ってる？あのね宮崎はね自動改札がものすごく遅かったんです。入ったのが。だからまだ私が状況というかまあ関西に出てきたときはこうパチパチでしたもん。でその時に。 もうこれちょっと話外れますけど京橋の駅で定期見せるでしょ、はい、まあほとんど定期ですよ通勤通学バー見てでその時に最初ある電車の人に教えてもらったんがあれよくあんなポン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 あの定期ちゃんとチェックできますねん言, <laughs> 言ったら「石井さんあれねそんなの定期自体はチェックしてませんねあの歩いてくるあのだいぶ10メートルぐらい先の人の顔見てまんねん。はあで 着せるしそうな人っていうのは改札手前1 0ルぐらいから表情がちょっと変わってくるそれ見てその人の定期だけはしっかり見ると顔で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 シグナルをで顔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 をずっと見てんねんて野生の勘みたいな野生のみたいなあれと一緒に空港で帰ってきて外国から帰ってきてちょっとごめんなさいカバん開けさせてもらいますねあれも 2030m ぐらい

大体一尾に一人はいるよっていう。俺らを騙そうとするやつおるなっていう。あれ二千円みたいな。いる人が見たらわかるのか。こんちゃんは昭和まああんま年齢もあわかんなあんまり期間ちょっとあまりわからないですね。知らないでらね。いやな。で、近藤さん完全に昭和。 昭和49年の生まれですので結構昭和は味わってます。だからうちの父親ももう衰退放題でしたし切符は友人でこう切ってましたしガチャガチャってねそうや今はピーですよピーですわあれこっちは何行こうかピタパと行こうかこの間名古屋は真中なんですよ交通系のあれをね 僕あれ新幹線の紐付けてて新幹線もあれでピーって入るんですよ<ー>で絶対入ってで乗って降りようと思ったらポケットにないねんまもう名古屋名古屋もう,もう1分ぐらいしかないから周りグーわー見たけどないねんないで結果なかったんですよで1万5千ぐらい入って,てんねう<わ>ー結構入れた後やってんうそれきついなでど,うどうしたと思うこれねあの実は遠隔で止めることできんねんそんなんできるんですか その名古屋の場合は地下鉄の駅長室行って「すいませんあの記名式の真ん中ですけど落としました」って言ったら「生年月日とあれと身分証明してください」って言ったら「なはいじゃあ今のの止めましたと」と再発行のこの紙持って明日から14日以内にまた駅長室再発行し<ー>で,でるただしあなたが今止めるっていうところまでで使われてたら一万五千円はないかもしれません」ドでここ<ー>が止めるってに気づいた二2時間後ぐらいああ。 どうどうなってるやろもて昨日再発行したらちゃんとまだ一万個残ってる。良かってもっか。だから記名式と無記名式ってあるでしょ。無記名式あごめん時間ない。時間ないや。そうなんですごめん。今ね焼きそばさんと電話つながってるんですよ今ちょっと。焼きそばさん。はい。す。みませんちょっと時間ないんであの今日のハイライトだけ教えてください。じゃ行きますね。はい。はゲストのレイランランさんに対して石井さんが放った大雑把な質問。 何か面白い話ないですかすみません、ごはっとですね、これは。いや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 、でもきょあ近藤さんといえば、ちなみに僕、あの菊池成良さんのファンで、近藤さんが、アドリーブラジオをされてたえっに、2時間半ぐらいずっと菊池成良特集をされてたのがましたね。はい。 いきなり夜電波に刺さぐっていうことで三時間ぐらい喋りましたね。口ものすごいカッコよかったですありがとうございます。もうもう誰もわかんない話をそんなところで放り込まないでください。なんか面白い話ないですから。匹敵するぐらいちょっとこのなんかこうバ違いんですよこれ。石きそばさん、マ田さん喜んでましたね ABC のラジオ出たんでしょ。う。あ、どうありがとう。めっちゃ喜んでました。わざわざ大阪まで来てくれた。あ、そうあの時に本当は福島さんの話をしようと思ったんですけど。 あの武田さんが福島さんについてすごい詳しいんですよ、武田和歌子ちゃんよくあの番組で、ラジオハンターの番組の中で、福島さんの話が出るんですけど、武田さんが結構、武田さんハーフで福島さんの話されてるんで、<ー>よくチェックされてるんじゃないかとか関西のアナウンサー、意外に福ちゃんのこと気になってる人、多いですもんねねいいいいいや多多と思います多いですすででか、ね、直接言ってほしいんですけどね。<laughs>

あなんか焼き鳥とか食べながらが、うん、絶対そうでしょうね,うね酒飲みながらね、はい、あそれいいですねそれをなんかラジオとして配信しちゃってもいいのかなっていう気がするすあ番組の企画もそれに抱き合わせでねいやだから居酒屋を一軒貸し切って「ら、うんらんちゃん福島石井の夜」みたいなんやったらお客さんどうきますえと思いますあとあれってオリジナルのメニューを作るといいんですよんえ,え その日だけのオリジナルメニュー。その日だけ限定みたいなカラー揚げランラン風みたいなことですか。それはまた SNS アップしてアップしてもらったりとかするとすごく受けが良かったりしますよ。役所さん何の人なんですか。トークライブの構成よくやってたんで。あ、そうなんだ。トークライブの構成やってたんだ。 やったの新宿のロフトプラスワンっていうあ昔よくやってたんで,で、なんか特別メニュー、例えばプロデュースした特別メニュー、例えば福島さんプロデュースとか、レイ<ー>ラーランちゃんプロデュースの特別メニューみたいなことを、えー、やると、結構お客さん買ってくれるんですよ。あと先言ってたね、ランランちゃんが将来的にスナックみたいなのやりたいみたいなね、話もありましたけど、はい、それ成功しそうな気配しかしないんですけど。ま,まず月1回でやって,覚えてます どこで、そういう貸しスペースみたいなところでそうです、そうです、結構、なんか、一日店長みたいなところで貸してくれるとこあるんですよ、とりあえずカウンターにまず立って、お客さんとのおしゃべりの相手をするみたいな、それでなんか、例えば動画を見せながら、さっきの話なんですけど、YouTube の制作秘話がめちゃくちゃ面白くて、やっぱりね、なんかその話をすると、 お客さんめっちゃくると思います。旦那ちゃんどうですか。あ、もう、ぜひ <laughs>。ぜひよろしくお願いします多。多分なんですけど、レイラーアランさんは、この人誰だろうと、今思ってると思います。<laughs> <laughs> 急に電話繋がってな、<laughs> な、なんのコーナーや、これ。<laughs> <laughs> まああの焼きそばさんなんで飲食関係かなと思って、焼きそば屋さん。じゃあのすごい人なんです。高生サーカ、大竹光さんのどうでもいいですよで、アルバングランプリ優勝した時のネタ書いたんは焼きそばさんで高瀬サーカさんですよ。でラジオを死ぬほど愛していてもう朝から晩までラジオしか聞いてない人なんです。なでまラジオに詳しいんでいつもこの番組の好評を最後に言ってもらってる。すごい人なんですよ。そういう状況なんですね。ということで月一スナック。 ランランちゃんはいぜひちょっと実現したいですねまた教えてくださいねはい本当にそうで福ちゃんは残念でした M1 が準々決勝そうですねまあでもあの今年もありますんではい頑張りますあれ焼きそさんいやでもこの間あの満島さんの新うちの公演見に行ってたんですけどヤングタウンがめちゃくちゃ受けてあったんですよね新うち昇進疲労工業ファイナルを武道館でやったんですやったらしいね武道館で あれあれは多分客層に客層が合ってるんだと思うんですけど、そのあの昔の政治家のちょっとねあれやったりするじゃないですか、お名前とかもうあのお客さんがやっぱ50代とか多いので、どっかんどっか受けるんですよ。武道館で万歳やった。そう、6000人の前で。あ、それはすごいね。知らなかったんかこの人。いやいやいや、武道館で万堂さんがイベントやったりのは、あ、それは知ってました。篠原さんから聞いてあ、そうなんですか。そこで万歳もやったの。それ司会もやったんですよ。 はあ、すごかった。ますね。だからエを見に来てるお客さんと、今回の武道館見に来るお客さん、やっぱ。そこだけやっぱ、年齢層違うんだなっていうのは、ちょっと思いました。なるほどね。今日のオンエアの話、全然しないじゃないですか。あの、石井さんのね、新幹線で声をかけてもらったシリーズ、僕大好きです。あ、あ、いいですか、あれ。あれ、あれ、すっごい好きです。あ、ほんまですか。はい。ちょっとね、まだまだあるんですよ、実は。まだまだあるんですか。え。 新新幹幹線線でで見かかけたといいろろあるんで新幹線小話そう新幹線小話結構あるんであそうなんですかまだあのー、折々に石井さんあのトークが乗ってくると「もう一個いい?」って言って、うん、どんどん付け足していくのが僕すごい好きですそうそれ関西人の悪い癖それでいいかなっていうのでつけていくやつね <laughs> 関西の悪い癖です それで言うとなあ、いうやつだね。大吉もあれ、あれ、聞こえ、聞こますね。大吉君、よ。え、なんでずっとオンエなんで、小声で喋るんですか。どういうふうな。近藤さん、すいません、長え、いや、で、こ、ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またいつか、お願いします。はい、ということで、オンお疲れ様でございました。ありがとうございました。今日はレイランラムさんに、じゃ、ないポンポンさんに。ポンポン。はい、え、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。いや、もう、めちゃくちゃ緊張してたんですけど。本当に石井さんと福島さんがもう。 トークを次々次々振ってくださったんですごい楽しかったですいやでもなかなか聞けない YouTube の人の裏側っていうの、うん、初めて聞きました今聞いた上でもう一回ポンポンちゃん、うん、レイランランちゃんの「 あのんんんあな苦労と努力をして作ってるんだっていうねそれを考えるとね涙出てきますよ今日のオンエアはでもいつもにまして適当でしたね全体的にこれはね適当のように見えてそうでもないわけよ 頭フル回転やんか本当ですか割とエンジンかかると時間かかりました今日エンジンも、そのいきなりやっぱりだからさっきの YouTube の挨拶、どんなやったっけ ?YouTube? どーんレラマネーぽんぽーんだから、いきなりそんなやつ疲れるんだよそうか、ラジオも2時間み、俺今日、東国原さんと言うててんこの後ラジオなんですよ、ラジオやってんのつって2時間ねずっと喋り続ける あれだろうでも、交通情報とかニュースとかあって、ほとんどギュッと2時間やっても10分ぐらいで喋るとことか言われて、チャイマンねん、私のやってる味 <laughs> は。2時間は2時間喋りまんねんか <laughs> ええー 珍しい番組。そう、ありがたいですよ。貴重なんですよ。ラジオの中でも、どうしてもね、いろいろ情報を入れなきゃいけないんです。な深切りお話をありがとうございました。私も知らないチャンネルをたくさん教えていただいて。あの、スーツ、スーツと、小林夫妻と。あ、ソンセラさん。ソンセラ。ソンセラさんと、たきまきチャンネル。また、おすすめのやった。え、僕、あの、嫁子です。嫁子。もう一個ぐらいね、おすすめ。タッチャーチャンネル、名古屋のタッチャンネルということで、まあ、ゆう。 チューブもテレビもラジオもいろんなメディア仲良く、はい、そうみんな手つないでそれぞれの個性がありますから、ね、ううや,っやってたらそれでいいんだと思いますはい、はいえー、えどうもありがとうございました。<laughs>